はい、えー、っとじゃあ皆さん、えっと、ですね今日は、えー、風光研究フォーラムの第2回ということで、えー、風光文学講義、えー、大いなる違法のものを、えー、桜井さんが、えー、訳されました。こちらですね。で、えー、っとう、現象はらこ、 本でね、で今日は、えー、3人の発表者の方プラス、えー、とコメンテーターの方にお話ししていただくことになっています。で、えー、とまず桜井さんが、えー、と役者としてですね、最初に えとまあ、この本がどういう構成になっているかというのをざっと紹介してくださいます。で、その後市田さん、それから柴田さん、それから、えっとまあ、桜井さんがえっと再度、えー、内容について、えー、分析されて、えー、それであの森本さんからですね、全体的なコメントプラス、まあ、森本さんのえっとご発表的な部分もあるんですけど、まあ、そういう順番でいて、 ででまあ、あの最後に、えー、とディスカッション一応これ3時間取ってあるんですけど実際ちょっと3時間もかかるのかとか、えー、まああまりよくわからないんですがまあとりあえずそういう予定にはなっています、えー、それではじゃあ,あの早速ですね桜井さんの方から、えー、全体のその構成 について、ジェネラルなお話をいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、あえー、復、え、興、ー、文学講義を翻訳した桜井と申します。えっ、ー、と、ちょっと今から画面共有でですね、ちょっとやらせていただこうと思います。えっ、ー、と、すみません。えっ、ー、と、これ見えてますでしょうか。見えてます。はい。 えとではですね、えーと、早速始めさせていただきたいと思います。えー、と風光文学講義を翻訳いたしました、法大学の桜井と申します。えー、と今回は、商、えー、評会を企画してくださってありがとうございます。えー、とまずはじめにですね、イントロダクションとして、えー、この風光文学講義という本の、まあ、タイトルと、それから構成ですね、について簡単に紹介させていただきたいと思います。 まず、ですね、えー、とこの仏教文学講義の題名についてですけれども、えー、とこの著作のフランス、えー、というのの、えーと、フランス語の現代というのはです、ね、これらグランデ・トランジェールというもので、えー、になっています。今回の翻訳では、これを大いなる違法のものと訳し、副題としました。 でじゃあ、このラグランドエ・エトランジェールというのはどこに由来するのかということですけれども、これは1975年に行われたですね、えー、とエクリチュールの祭典と題されたまあフーコのインタビューからの引用で、そこにおいてフーコはです、ね、自分がフォークナーをはじめとする、まあ、アメリカ文学ですね、つまりフランス人である彼にとっては外国文学の愛好者であるということを語りながら、文学というのは自分にとって大いなる違法のもの、たまあ、他国のものであったんだと、まあ、こういうふうに述べているわけです。 でえーとまあ、大事的な意味はこのようなことなわけですけれども、えー、ところで,です、ね、このラグランデ・エトランジェル、えー、エレトランジェルという、えー、と言葉には、えー、ともう一つ別の意味も読み,読み取ることができます。えー、というのも、このエトランジェラグランデ・エトランジェルというのはです、ね、えー、と他者、まあ、他者という意味があって、要するにこれは、フ、えーと福岡がまあ専門としているまあ哲学にとっての他者、あるいはまあ外部、まあ、こういうような意味が読み取ることができるからです。 この哲学の他者、哲学の外部という主題は、フーコのみならずですね、えー、2世紀半ばのフランス哲学にとっては極めて重要なテーマなわけであって、実際にフーコもですね、彼の師匠であった、まあ、ジャン・インポリットのツイート論文において、えー、このことについて、まあ、論じております。えー、で、えー、このように。えーで でその中でもで、ですこのような意味において、ですね、えー、と文学論というのは、フーコにとって、まあ、哲学のまあ中心的な諸概念ですね。とりわけ問題になるのは主体と心理という概念ですけれども、これを、まあ、問い直す場であった。まあ、このように言うことができます。えー、とこのような意味において、フーコはまあバター油のまの概念を参照しながら、えー、ですね、まあえー、と限界経験、エクスペリエンスリミットとしての文学について語るわけです。 で今回私が翻訳したっ、えー、と福ー文学講義ですね、大いなる異様なものにおいて問題になっているのは、まあ、まさにこうした事態であるということができるわけです。えさて、次にですね、フー文学講義と不ー自身の他の著作の関係について、まあ、簡単に、えー、紹介します。 まず、ですね、風ー文学講義において風光、フはえっ、ー、は狂気の歴史、あるいは言葉とばともので,素描されたですねえっ、ー、と文学論の問題意識を拡張して、ですね文学、文学的な経験の考古学とでも呼,呼ぶべきものを展開しています。 次にですね、えー、と復幸文学講義は、まあ、レーモン・ルーセル及び、えー、と復幸思考修正にしょ、えー、と収録された、まあ、1960年代の文学論ですね、えー、と心配の助言、大文様について論じた心配の助言やブランショ論である外の思考などですね、こういったものをさらに展開させたものだということができます。でここにおいて、えー、と問題になるのは文学、ないしは言語の存在論というふうな問題であって、この存在論的な問いについては、後ほどですね、市田さんがお話してくださると思います。 でさらにです、ね、もう一つ重要なのは、えー、っとこの福ー文学講義がですね、えー、っと2019年に刊行された、えー、狂気言語文学という、まあ、著作ですね、と、えー、密接な関係を持っていることです。 でえー、とこの狂気言語文学というのは、このフ、えーコーの文学関係の講義ですね、っ、えー、とコー文学講義には収録されなかった文学関係の講演や総講があ収録されていて、そのためこの本は、扱われていくトや問題系という点において、風ー文学講義と密接な関係を持っているということができます。 とりわけですね、いろいろ重なる部分は大きいわけですけども、面白いのは、まあ、両者においてはです、ね、文芸、えー、と批評ですね、フーコーが文学分析というものと、構造主義をめぐの関係をめぐる考察というのが、まあ、展開されているという点だと思います。でなお、ですねこの狂気、言語、えー、と文学においては、ですねバルザックの、えー、と絶対の探求についての議論というのも、えー、と収録されているわけですけれども、これについては後ほど、森本さんが、えー、と少し詳しく紹介してくださると思います。 さて、それでは次にですね、フー文学講義の構成について簡単に説明します。えー、とこの、えー、著作のですね第一部というのは、まあえー、狂気の言語と題されているわけですけれども、これは1963年に福ー自身が制作したラジオ番組の第2回と第5回の放送を収録したものです。第2回の放送は、狂、まあ、人たちの沈黙と題されていますけれども、これは狂気の歴史に依拠した、えー、狂気と文学の関係を巡る考察というのが展開されています。 まあ、狂気の歴史のダイジェスト版のようなものになっているということができるでしょう。でえー、とうよりです、ねえーとまあ、独自、えー、の思想、えーえー、が展開されるのが第5回のクレール言語という方で、こちらではです、ね、秘境的な、えー、と言語活動をめぐる文学的な実験に関する分析が行われています。 えーまあ、具体的に取り上げられるのはです、ね、P という、まあ、これ18世紀の人だと思いますけれども、あるいはブリッセですね、あるいはタルデュやレリス、まあ、こういった文学者たちの著作です。でここにおいて問題になるのは、文学的言語に内在する狂気、えー、という問題、まあ、言語、それ自体がはらむ狂気、まあ、こういったような次元が問題になるわけです。 さて次にですね本章の第2部、これは文学と言語と題されていますけれども、これは1964年に、えー、ブルッセルの三類大学で行われた講演を収録したものです。でえー、第1回講演においては、ですね18世紀末に、えー、誕生した文学の考古学と呼ぶべき、えーまあ、議論が展開されています。でその中で、ブー校はです、ね、審判、図、えー、書館、シュミュラークル、えー、といったですね初継賞、フィギュールの、えー、分析を行います。 でこうした風光の分析から浮かび上がってくるのは、まあ、言うなれば、風光のフィクション論と呼ぶ、えー、とべきものであって、まあ、これについては、岸田さんがお話ししてくださると思いますで。第2回の講演ですけれども、えー、とこちらではですね、えー、と文学と同時に、まあ、18世紀の末に誕生した文芸批評という、まあ、えと営みですね、これに関するまあ考古学的な政策がなされているといいます。 でえー、とここにおいて問題になるのは、フーコーが構造的な批評主義と呼ぶものの分析です。またですね、えーとえー、この講演においては、ジャン・ルースやジャン・ピエール・リシャールといった、まあ、ヌーベル・クリティックの批評家たちの文芸批評についても詳しく分析されているというのが、まあ、特徴的です。まあ、こういった点に関しては、えー、今日はですは、ね、後ほど柴田さんが、えー、と詳しくお話ししてくださる、えー、と思います。 さて、えーと、ごめんなさい。えー、次に、えーと、最後ですけれども、第3部は、えー、と佐渡に関する講演というものですけれども、これは1970年に、えー、とニューヨーク州立の、えー、とバッファロー港で行われた、ま、講演を収録したもので、えー、この佐渡講演のテーマは、まあ、佐渡における欲望と心理、これがいかなる関係を持つのかということです。 1> 第1回公演では佐渡のエクリチュールに関する分析が行われ、第2回公演では佐渡における言説の機能分析というのが行われています。でこれらが、フ、えーコー、まあの、まあ、思想的な展開においていかなる意味を持つのかについては、後ほど私が、まあ、少し詳しく説明したいと思います。えー、ということで、えーとまあ、簡単ではありますけれども、これで、まあえーとまあ、イントロ、冒頭の紹介というのは終えたいと思います。ありがとうございます。 はいえー、櫻井さん、ありがとうございます。えー、それでは早速、えー、と内容の、えー、方に入っていきたいと思います。まず最初の発表はですね、市田義彦さんです。えー、じゃあ、市田さん、早速お願いします。はい、えーっと 見えてますでしょうか画面にしましたが、はい、タイトルページを上げておきましたが、えっ、ー、と、最初にちょっとお断りしなくてはいけないのですが、えっ、ー、と、私も、えー、一応、えー、原稿を用意してきたのですが、えー、実はそれ、むちゃくちゃ長くてですね、到底全部お話しできないということでございまして、えー、全体はね、あの、基本的に4つのパーツからなっておりまして、最初はまあ、包括的な問題提起、私がどんなふうに、 えっと今日の会に臨むか、まあまあ文学のお話にね、門外観である、私にとっては全く、えー、私が全く門外観である文学の領域にどんなあ視点でもってアプローチするのかという概括的なお話で,で、2番目のパーツが、まあ、その、えー、っと60年代の文学論にまつわる話。で3番目のお話で えとまあ、それとの関係でフーコーのオイディプス論をちょっと読んでみたいと思って、ね、あの書いたんですよ。えーまあ、ソフォクレスのオイディプス王の講義について彼は70年ぐらいから、ね、もう80年代までずっと何回もやってるんですけどその話をちょっとやってみたいと思ってそれを60年代のフィクション論 との関係で読む。まあ、そんな感じのことを書きました。で、最後に、そのオイディプス論との関係で、桜、えー、井さんがあの話、これ、最後にお話してくださるであろう佐渡公園のね、ちょっと関係づけるような読み方を試みて。 試みてみたわけですでしかしその、えっと、3番目と4番目のーパーツのところに関してはもう今日は省かせていただきます。えっと、包括的な話と、えっと、それと60年代の文学論とりわけフィクションについてという話ですね。であの幸いですねあの森本さんがですね関係されておられる研究会のサイトに事後的に えとテキストは、まあ、他の方の発表も含めてあのアップしてくださるそうですので続きが知りたいな続き面白そうだなと思われた方はあのそちらの方すみませんぜひ、えー、ご覧そちらの方をご覧ください。 で最初、原稿を書き始めたときにはね、あのもちろん最後まであの行くつもりで書いていたので、えー、と最初の方に出てくる伏線のようなものが、今日は回収しきれないかもしれませんけれども、その点もご容赦ください。一応、話としては、あの一区切りつくところまで行かせていただきたいと思います。はい、えー、ということで、話に入っていきます。 えー、今日の主題は60年代風光の文学論を、まあ、現在の視点からどう捉えす、返すかということになろうかと思いますけれども、えー、ここではですね80年代のいわゆるパレーシア論、まあ、それから始めることを、まあ、ちょっとお許しいただきたいと。えー、1983年度のクレジド・フランス 講義、まあ、自己と他者の統治というタイトルで行われた講義ですが、まあ、それはご承知のとおり概お、ね、むね古代ギリシャにおけるパレーシアの概念を中心に回っていたわけですでその年間講義の最後近く、まあ、3月2日の第1次元なのですが次のレジュメに行きますね見えてますか、えー、フーコは年間を通して自分が行ってきた ことをこういうふうにまとめていますまあ、一言で言うとそれは真理の言説の存在論であったと。真理の言説の存在論ロントロジーウレゾントロジーでディスクオフベリーてまあ単数形と複数形両方言ってるんですけどまあその単数形と複数形の違う人まず置いておきますがで彼はその後すぐに続けてですねここで彼が言ってるところのオントロジー存在論の概をですね概要というんですが 3つに分けて説明しております。えー、っと提示していた,だいた,した、あのー、ところにそれをまとめて、えー、それぞれまとめておきました。まず第1番目。あらゆる言説、とりわけ真理の言説、真理陳述、ベリディクションというんですけども、もフランス語では,は、それは一つの実践とみなされると。パティクですね、実践とみなされると。あらゆる言説、とりわけ真理の言説、真理陳述は一つの実践とみなされると。2番目。 あらゆる真理は、真理陳述ゲーム、ジュデベリディクションから出発して理解される。で、3番目。その次が一番問題なんですが、あらゆる存在論は、フィクションとして分析される。まあ、こういうふうに、えー、まとめております。で、まあ、えー、3つに分けて説明しておきます。で、この3つを、まあ、ちょっとテーゼ風に言い換えてみたいのですが、 えー、ちょっと待ってください。レジュメの次。はい。テーゼ1と。私が問う言説は、これ私って風ーですけども、本当のことを言う、ディールブレというスピーチアクトであると。まあ、その実践の部分をスピーチアクトであるというふうに読んでみました。テーゼ2。真理はゲームを通じて確定される。で、テーゼ3。 存在論はフィクションである。と、まあこういうふうに言い換えています。フ、えーコの著作に一定してし一定した親しんでこられたか方はですね、1と2の言い換えにはさほど違和感を持たれないと思います。まあ、いきなりスピーチアクトという英米的語彙を持ち出すのはどうかと思われる向きもあるやもしれませんが、 69年1969年の死の考古学、ニータルプロセスで、フーコーがオースティンから始まる言語法理論、あるいは分析哲学に深く端的していたことは、今日では周知の事実ですし、ピトゲンシュタインの言語ゲーム概念を、フーコーが自分なりに変装して咀嚼して、自家や苦労中のものとしたことも同じでしょう。よく知られています。 でこうした点については掘り下げれば興味深い論点も多々あるのですが、ここでは触れないでおきます。注目したいのは3番目です。存在論がフィクションかなり唐突に響かないでしょうか。ま,あ、まるでハイデガーは嘘800を並べていたのかとでも言いたいのでしょうか。存在論がフィクション。 フーコーがこのドイツ哲学者に深く影響されていたことも周知の事実ですから、まあ、ここでフィクションの語を持ち出す意味を、まあ、読者としてはどうしても勘繰り,りたくなります。フーコーは生涯の終わりにハ,ハイデッガーと決別しようとしていたのだろうか自己、まあ、と他者の統治という抗議録だけを追いかけてきた目にもフィクションの語は実は唐突ですというのも この講義の中で風ー,ーがフィクションの語を持ち出すのはここだけなんです。もちろんここで彼が何に言及しているのかフィクションと口にすることで存在論を何と関連させようとしているのかは実は明白です。この年間講義では実際に一つのフィクション作品が分析の素上に上っていたからです。 パレーシアの語、ギリシャ語文献に初めて登場させたエウリピデスの戯曲イオンです。まあ、これが今日の話の導きの意図,意図となります。まあ、テーゼさんをこう裏返してみたいわけです。フィクションは存在論を含んでいると。イオンという文学作品は一つの存在論として読める。まあ、こういうふうに裏返してみると、 60年代文学論が風法の歩みにおいて持った意味がおのずと浮かび上がってくるように思います。というのも、フィクションは、まあ、正確にはフィクションとは何かという問いは、60年代文学論における大きな主題であったからです。現、まあ、著が2013年に刊行された、まあ、今日の主題であるところの文学講義と、その6年後に刊行された、まあ、未定稿と、えー、講演を集めた狂気言語。 文学フォリーランガーシュリティアガチュールその2つを合わせ読むとその点は一層明らかです。とするとフーコーは1960年代に文学との格闘を通じた通じて得た視点なり分析ツールをパレーシア論自己と他者の統治という主題の分析にさらに彼なりの存在論に生かしていると言えるのではないでしょうか。 まあ少なくとも1983年3月2日の、えー、まとめは、まあ、そう考えるよう私たちに促しているように思います。で問題は80年代と60年代の関係だけではありません。文学講義に収められている佐渡についての2つの連続講義ですね。これは1970年3月に行われています。70年3月です。ジフランスでの講義は まあその年の12月に始まり71年3月までその初年度講義知恵の一種講義は続きました70年代風光つまりよく知られた言い方を援用して「知権力サボアワル・プーヴァル」の風光と言っておきますけれどもその知権力の時代の幕開けを告げた講義の最終回は実はソフォクレスの悲劇「オイディプス王」の解読にあてられています まあ不幸にして書物としての知恵の意思講義は風ー,ーによる準備ノートの再録に過ぎなくてですねまあ最終回のり内容はとりわけ断片的でしてまあ彼がこのいわば知られすぎた悲劇をどう読んだかについて詳細をそこで追うことはできませんしかし最終回から1年後1972年3月にニューヨークで行われた公演「オイディプスの知」が ほぼこの最終回講義の内容と重なるだろうと言われています。で、佐渡公園とこのオイディプスの地公園ですね。これ2つ並べて読んでみると、まあ、えー、分析の骨格が基本的に同じと思えるんです。だとすると、60年代文学論のラスト、最後と70年代地権力論の最初。 がが見見事ににってているるように見えてくるとうだとすると60年代から80年代までフーコは基本的にいやいささかも変わっていないのではとさえ思えてきますまあ、えー、こうした視点から今日はお話しさせていただきたいと思いますえー、最初に83年3月に言われた存在論について少し補足しておきます 真理の言説の存在論だとされるパレーシア問題と、その3つ目の概念に、いわば存在論一般への言及が認められるという2つの点についてです。まあ、存在論なる問題というのは、普通、えー、何があるのか、何が存在するのか、ある、存在するとはどういう意味か、まあまあ、それを論じる議論であるとされているわけですけども、 フーコーはここで、そういう意味での存在論を彼なりのやり方で種別化しています。すなわち、存在論とは何が本当にあるのかをめぐる議論であって、いかにして真偽を見分けるのかという問いを含んでいる。で、えー、我々の、まあ、ここでの先ほどお見せした定式化ですね、えー、によると、 えー、テーゼ1とテーゼ2を束ねると、えーまあ、真偽の区別は、各人が真だと信じるゲームを投げつけ合い、交換するゲームを通じて集団的に行われると。と、まあ、こんなふうに1と2を束ねていってみたいと。言い換えるとゲームはあ、真理はゲームの外。 言語外的な場所にあらかじめあるのではなくてゲームの結果ないし効果として成立するとまあ1と2を束ねるとそんなふうに読めますところが1の方はですね定税1の方はえー、っとし、えー、心理陳述を問題にすると言ってるわけですから心理はこのゲームをある意味で最初から統制してもいいととにかく風ーの存在論は 何が本当にあるのかその本当はいかにして確定されるのかという問いにひとまずゲームを通してと答えるわけです。でゲームには規則なり手続きがあるでしょう。まあなければそれをゲームとは呼べません。存在論をフィクションと統治するテーゼさんはこの規則や手続きをフィクションに見ていることになります。 もう少し正確に言うと、フィクションがフィクションとして成立するメカニズムに、風向は本当にあるということを成立させる手続きを重ね合わせていることになります。まあ、フィクションというのは文字通りフィクション、つまり実在しない非現実的なものですから、風ー的存在論の奇妙さ、まさに、えー、エトランジュテイですね。 えー、それがお分かりいただけるかと思います。グンデエトラン大いなる違法なものという文学講義の現代はね、もちろん文学を指して言われているのですけれども、私としては、本当にはないはずのものをあるようにする。荒らしめるメカニズムを存在論と重ね合わせる風向的存在論こそがエトランジェーであるように見えます、まあ。というのも、いわゆる存在論は、 あるの意味をいろいろと探ったりそれは一義的か多義的かを、えー、論じたりしてもないものがないままあるようになる手続きポセデューですねそれは問題にしないからですでこの問題意識は何も私の、まあ、研究不快や捏造ではありませんえー、で次のあの見ていただきますけども 福岡は1978-79年度講義、生成時の誕生において、えー、それまでの自分の仕事を振り返りつつ、それらを貫く、それら全部を貫くと,という、こういうふうにまとめています。いかなる干渉作用によって一連の実践が存在しないもの、まあ、過去にこぶって、えー、狂気、病、非公正、セクシュアリティなど、まあ、それら存在しないものが、 依然として存在しないままでありながら何者かになることを可能にしたのか。まあ、こんなふうに自分の仕事を、えー、貫く問いを求めています。つまり私は狂気や非公正やセクシュアリティをフィクションとして扱ってきたのだと言っているようにも読めます。ところが、いわゆる存在論は ないとあるの間に配中率を置くか、つまりどっちかだというか、想像クレアステオンを見ておしまいにします。そこに手続きでつながる余地はありません。あるいはないということをそれまでなかったに置き換えて、両者の間に古いものによる新しいものの生産という関係を設定し直す。まあ、生産ならば確かに手続きを問題にし,しえるでしょうけれども、 それは既にないからあるへの移行手続きではない。風ーの存在論はこうした存在論のどれとも違います。彼が問題にしたいある存在するものというのは何らかの意味においてあるようになってもないままなわけです。だから移行といっても非常にエッカ感じやかな状態移行でしょう。まさにフィクションの成立機構を問うていると言えるかもしれません。 真偽の区別に関連づけてその点を言い換えますと、真偽の偽の偽が偽のまま真として通用する、嘘がそのまま本当になるプロセスを問うているわけです。だからやはり哲学としてはグランデとト・カンジェア語であるでしょう。で手続き、ポセデュールですが、同系列の語にポセデという語があります。ポセデはよく手法と訳されます。 1963年間のレーモン・ルーセルにおけるキーワードです。文学講義にも、えー、あるいは狂気、言語、文学にも、品質します。文学領域においては、つまり作品を書く手法、ポセデ、えー、手法のことです、まあ。改めて指摘するまでもないと思いますけれども、ポセデに対する風向の関心は、ルーセルの著書、私はいかにしてある種の本を書いたかに由来します。 まあ今日はルー・フーーのルーセル論には深入りしませんが、まあ、次の点だけは確認しておいてよいかもしれません作家本人の手で死の直前に明かされた手法は一体創作の秘密の暴露になっているのか、まあ、それが風ーのレーモン・ルーセル論を貫くいわば存在論的な問いですルーセルにおけるある彼の作品があるということはア意味のもとにず ていいいいととととはは本質的にでであるるううことを彼の手法は語っているんじゃないかというわけです、まあ、狂気とは作品の不在であるという風光のーをーゼを想起していただきたいわけです。彼は手法の暴露によって、まあ、ルーセルはですね、手法の暴露によって作品を一層謎にしたではないか。創作の真実を語ることで一層読者を真実から遠ざけたではないか。 真理をまさにフィクションにしたではないか。そういう手続き、ポセデュールがポセデの暴露であった。と、まあ、フーコーのルーセル論をひとまず、まあくまで乱暴にですけれども、要約することは許されると思います。で、えー、目をオイディプス論に転じてみます。フーコーはソフォクレスの悲劇について、都合6回公の,公の席で論じているんですが、 1971年から83年にまでわたる、そのどれにおいても最大のキーワードは、これ私の目にはですけども、ポセデュール、手続きです。正確に言えば、ポセデュールジュディシエ司法手続きです。で、まあ、詳細は今日は、まあまあ、省いてしまいますけども、えーと、この手続きの結果については言うまでもないと思います。もちろん、フィクションの成立とは違います。 それとはむしろ正反対というべき、オイディプスこそ父親殺しの犯人だという真理の確定です。嘘を本当にする手続きなどではない。つまり、存在論をめぐって私たちが取り出した3つの願意、テーゼのうち最初の2つに対応しています。テーゼ1と2、まあ、もう一回戻りましょうか。最初の2つに、まあ、オイディプス論は対応しているだろう。で このように対応させてみると、風光的存在論の別のエトランジュ点もまた浮かび上がってくるように思います。心理陳述、本当のことを言うが、まあ、スピーチアクトをなすとしてですよ。この戯曲、ソファクレスの戯曲においては、一体誰がそんなアクトを実行しているんでしょうか神、あるいは預言者でしょうか 彼らの言ったことは結果的には真実,真実であったと判明するものの、それが真とはオイディプスにも市民にも信じてもらえないから、つまり神と預言者のスピーチアクトは一旦失敗するから、オイディプスによる司法手続きが開始されたはずです。それがドラマの軸を成したはずです。 オイディプス王においてその真理真実がすなわちスピーチアクトになるのは最後に登場する二人の奴隷だけです。私は見た、なしたという彼らの証言だけがアクトジュリディックとしてのスピーチアクトを構成します。まあ、何を言ったかと言いますとですね、フーコーはここで自らの立場を英米流言語行為論から区別しているように思えるんです。 スピーチアクトがスピーチアクトになる手続きを問題にしているわけですから。オースティンやサールの言語行為論がそんなことを問題にしたでしょうか、まあ、ここで衝述する余裕はありませんけれども、まあ、言語行為論では発話の言語,外言語外的な状況と規約、コンベンションですね、それが問題だったはずです。私、市田義彦が今ここで国家総動員令を発 発令する。発言しても、まあ、有効では全くないわけですよ。まあ、そのことが彼らの言語行為論の基本でしょう。そこでのゲームの規則は、手続き上の規則ではありません。法の向こうにある社会契約のようなものです。常にすでにあるもの。それに対し、風ーの読むオイディプス王においては、 手続きを踏む、そのこと自体が規則をなします。それも規則の正当性はゲームの最後にしか明かしされない。そこに悲劇の根幹があります。スピーチアクトを、それ自体でアクトジュリディックとみなす言語行為論に、訴訟手続きのようなポセデュオジュディシエーフは必要ないわけです。というか、改ざいの余地がない。 風ーとの間に相互にこう微妙な影響関係があったと考えられるオズワルド・デュクロという言語学者がいるんですけども、まあ彼はまたサールの普通役者でもあるんですが、この言語学者は実際、言語行為スピーチアクトをそのままアクトジュリディックとみなすよう主張しています。スピーチアクトイコールアクトジュリディックですね。ですから、風ー的存在論というのは英米言語行為論の影響を色濃く受けているけれども、やはりそれとも大いに異質です。 彼の存在論は言語行為論言語語、言語ゲーム論であるには違いないけれども、大いにエトランジュです。エトランジュです。奇妙です。まあ、ようやくフィクション論の検討に入っていくことができます。2番目のパーツですね。えー、私が今日発表の実質として皆さんの前に匹敵したい分析は実のところ、えー、これからお見せする、えー、この表の分析だけです。 狂気、言語、文学という、えー、ご紹介のあった、えー、書物の232ページになります。で、えっと、右の日本語で付き加えた部分は私の負荷です、えー。この図そのものは1967年に作成されたと推定されるノートの中に見られます。フィクション以外の語は えー、今日の話に初めて登場するのですが、まあ、ファーブルは聞き慣れた語でしょう。偶話や物語と訳されます。しかし、フィクションとどう違うのか。それがまず問題です。そして、レクシスとレクトンはフーコーの読者には馴染みのない語でしょう。まあ、両方ともギリシャ語です。で、今日の話の、私の話のいわば準主役です、えー。フーコーは1966年にラリエル・ファーブル。 というジュール・ベルヌを、小説からジュール・ベルヌを扱った論文を書いています。ラリエル・ファーブル、つまりファーブルの背後ですね。えー、翻訳では物語の背後と訳されていますけど、ここではまあファーブルの背後としておきます。えー、でその論文では、この背後をなすものをフィクションと定義しています。タイトルに言うラリエル・ファーブルのその背後は何かというと、それがフィクションなんですね。 まあ論文ではしかし、このファーブルとフィクションの前後関係、ね、こう前と後ろの関係そのものについては、冒頭部分で少し触れられているだけです。まあ、こういうふうに定義しますよとかなり抽象的な言葉で語られているだけです。で、レクトンやレクシスの語も登場します。そ、えー、らくフーコンにとってもまだ不十分で未消化な主題だったのでしょう。だからベルヌロンを書いた後六66年に、ね、ベルヌロンを書いた後にいろいろ試行錯誤してみたんだと思います。 でその結果が67年のこの図のあるノートだったんだと思います。で、そのベルヌロンの,あの冒頭部分を一応そのままここに上げておきます。これ本当,に本当に冒頭のところです。頭のところです。こんなことが書いて、もう読みませんが、ちらっと見ていただければ、えー、いかになんじゃこれはというような感じのことですね。分かっていただけると思いますが、まあ、簡単に何というか、不縁、パラフレーズしてみると、ファーブルとはひとまず、 誰がどうした、何が起こったかと、後からこう読んだ後からようやくできてしまうような物語の骨格と、まあ、ひとまず理解しておいていいように思います。で、フィクションの方については、フーコーは実はさまざまな箇所で少しずつ語っているんですけども、えー、ベルヌーロンのこの冒頭部分、ラリエルブのこの冒頭部分との関連で、フィクションを、フィクション概念を分かりやすく、非常に分かりやすく説明していると思われる一節を、 まあ文学講義から引いておきますすこれです作品は一体いつ文学になるのでしょうか作品の逆説とは作品、えー、が文学であるのは作品の始まりのまさにその瞬間だけだということ最初の一文白紙のページにおいてだけだということです おそらく文学が本当に文学であるのは、この瞬間、この表面においてだけです。と、まあ、こういうふうに文学講義になります。で、狂気言語、文,文学という足を持つですね、ホーリーランガージュビターガチュールを参照すると、この主張は、オースティンの言語行為論との対比において言われていることが非常によくわかります。まあ、しばしば、 談話分分析析と訳されるようなタイプの言説分析、まあ、日本語ではあの談話分析、言説分析となんか使われてますけども、えー、アナリーズム、えーまあ、いわゆるディスコース論とかやつですね。えー、との、まあ、その、とにかくオースティンの、えー、オースティンタイプの言語行為論との対比が、その風向に白紙うんぬんと言わせているわけです。 日常生活上における談話においてはね、まー、あ、コはあるところで、まあ、それはティーテーブルの周りで行われるおしゃべりのようなもんだというふうなギガ化をしているんですけれども、何がポイントかというと、おいわゆる言語交流においては、発話主体と発話の今ここですね、発話の今ここが、言語外的かつ自明に存在するわけです。誰が喋っているのか、今こことはどこかというのが、もう自明なわけですよ。 ところが白紙の紙にいきなり書き始められる文学においてはそんな外が存在していない。発話主体が誰か。彼はいかなる状況に置かれどういう体制、ポスチュール。まあ、これはあの先ほどの、えー、とラリエル・ファーブル冒頭の文章から取ってきたあの語、ポスチュールを体制というふうに言っておきますけどどういう姿勢、体制でその会話に臨んでいるのか。 最初の一文に望んでいるのか。まあ、全くわからないわけですよ。最初の一文では。本当最初の一文のストは白紙です。原表に、そこで言われている原表、書かれた原表に言語外的状況、対応する現実が存在していない。それゆえに、まずあ、文学はまずフィクションである。と特徴づけられるわけです。 しかし、その最初の一文である原表は、まあ書かれる、あるいは発せられることにより、必ずどこかに発話主体とその状況、彼のポスチュールを作ってしまわないでしょうか。そこに書かれた言葉、発せられた言葉は。 まあ、フーコは分かりやすい例としてですね、まあ、あの狂気、言語、文学、フォリランガジュリテラチュールの中で、まあ、フローベールの感情教育の最初の一文を挙げています。まあ、それもあのレジュメの方に提示しておきましたが、ルキャンセ・タンブル・ミサンキュ1840年の9月15日、えー、朝6時頃、えー、これ、船の名前ですね、ビルドモンとこういう船が、えー、まさに出発しようとしている。 えー時えー、と、まあ煙をもうもうと上げてた、えー、サ,ンサンベールのある花壇で、えー、煙をもうもうと上げていた、これ、フローベール、ス感情教育の冒頭の文章なんですけども、まあ、こ,れはあのここの文章だけじゃないんですけども、まあ、ここではまあ典型なんですが、この文章は語る主体、一人称の私いないですよねで。フローベールは語る主体を一人称の私としては登場させない。 しかしこういうふうに書く誰か語る誰かは必ずどこかにいると読者の方は受け取ります言ってる人がいるわけ書いてる人がいるわけですと読者の方は受け取りますいわば登場しない不在の発話主体に自分を重ね合わせながら小説を読んでいくあるいは理解する えー、でフォリー・ランガジュ・ビタハチュールから、えー、次の言葉を引用しておきますその部分に過去あるフィクションとは原説の内部にまるでくぼみであるかのように原表を組織し構造化する言語外的なものを定義するアクトであるとあるいはむしろそうしたアクトの集合であるまあこれ本当さっきの,あのファーブルの背後 冒頭部分の良い説明になっていると思います白い紙の上に置かれた最初の一文の後小説がどうなっていくのかどういうファーブルが語れられるのかについては全く不明というか無限の可能性が許容されます、まあ、それゆえにフィクションについてはまたこうも言われます引用しますホリランガジュリ・デガチュールからです 語るべきであろう事柄の無限定な周回、マスですね。マスである現実の宇宙と物語の要素からなるファーブルの間にフィクションはある。無限の周回とファーブルの間にフィクションはある。フィクションは従って、古い、フランス語では、リーですが、であると風ー,ーは簡潔に記しております。えー、っと、ラリエル・ファーブルの冒頭の文章。 におけるレジームに相当する言い方でしょう。まあ、それをノートではふ古い、鳥と言ったりしていると。で、これがさっきの図における、まあ、もう一回図に戻りますが、最初の矢印、フィクションとファーブルのこの前後関係については、これで一応分かったということにさせてください。フィクションが古いをかけて、無限の言説の宇宙に古いをかけて、ファーブルが成立すると。 次に2番目の矢印、ファーブルからレクシスに伸びる矢印ですけれども、そもそもレクシスとは何なんでしょうかフ、えーコの他の文献や彼が参照したと思われる著作を一応当たっては見たのですが、2番目の矢印の説明になっていると思われる箇所は見つかりませんでした。 けれども、まあ、これは哲学史上はよく知られていることなんですが、レクシスとレクトンを対比させて論じたのはストア派です。えー、まあこの2つの語を定義している箇所を、えー、ちょっと一応確かめておき、見ておきたいと思います。これです。えー、初期ストア派断片集から引いておきます。えー、真なるものは命題であり、命題はレクトンであり、レクトンは非物体である。 レクシスとは文字として書き表すことのできる音声である。まあ、レクシスの物体性、物質性とレクトンの理念性が対,対立させられていると言ってよいでしょう。アリストテレスにも登場するレクシスの語は、えー、フランス語文献では通常、も、語ですね、日本語で言うとこの語とか、エクスプレス、エクスプレッション表現と訳されます。 レクシスはフランス語ではも、あるいはエクスプレッションです。レクトンの方は、まあ、この語がアリストテレスにも見られるのかどうかは知らないというかわからなかったんですけれども、まあ、ストア派を論じる文脈ではよくフランス語ではエクスプリマーブルと訳されています。エクスプリマーブル。表現されるもの、表現可能なもの。えー、ドゥルーズの、あえーっとえー、っと何だった意味の論理学にも出てきますね。あるいは単純にレクトンは好きエディ。 語られたもの、語られたこと。と、えー、レクトンイコールスキエディです。で、狂気言語、文学収録のノートにおいて、えー、その2つの関係を、まあ、最も簡潔に記していると思われる箇所を見ておきます。それが次です。えー、これ、冒頭がそのフランス語そのまま吹きましたけど、これ、あのフレーズ文にはなってないですね。 ラポジションでシュジェパーグのカタル主体のポジションにあの関係説がくっついているだけなんですけども、まあ、カタル主体の位置ですね。そのルペがあるそれに目印をつけること。それを移動させること、その移動。それがコンスティチュー、パーガーポト、スケーディ、レクトンとの関係で、言われたこととの関係で作品のレクシスを構成する。まあ、こういうふうにノートにはある。 ま語る主体のポジションとは、まあ、先ほど見たその文学が最初の一文によって作ってしまう、開いてしまうくぼみ、くる,くるですね。言語外的な場所や体制、ポスチュールのことでしょう、語る主体のポジションというのは。くぼみとかね、えーはい、そういうもののことでしょう。それをノートでは作品のレクシスと定義しています。 シのポジション、それが作品の歴史ート。これは言ってしまうと文字としては書き表されていないまさに言語外的な場所ですから、まあ、フローベールの冒頭の一節を向いしていただきたいと思うんですけども、えー、書かれてないわけですよそこには。それを語とか表現という意味のレクシスの語でもって指示することはおそらく風ー,ーに独自の用法です。 独自の捉え方です。で、レクトンの方は通常の解釈通り、スキエディとね、この引用で規定されていますけども、えー、っと、ここで注意すべきなのは、先に見た、あの、ファーブルの背後での冒頭部分におけるファーブルの定義、ファーブルの定義、スキエガコンテ物語られたものですね。それとほぼ同じというか、まあ、言われたことっていうふうにあえて日本語で言いますけども、この、えー、っと、それがスキエディ、 イコールレクトンとスキエ・アガーコンテイコールファーブルに二重化されているわけです。スキエ・ディイコールレクトンとスキエ・アガーコンテイコールファーブルに二重化されている。レクトンが非物体的理念的だというストア派の規定を踏まえれば理解できると思います。誰がどうした、何が起こったという形で物語れる、物語られるファーブルは 何か別の理念的なレベルにあるレクトンの偶はファーブルである。ファーブルはレクトンを物語に含まれる芯として物語る。まあ、こういう理解できるんじゃないでしょうか。で、こういう理解を風光において正当化してくれそう,してくれそうなファーブルという語の用法を見つけられるのが、 実は知恵の意思講義とオイディプスの地におけるオイディプス論なんです。彼はオイディプスのファーブルという言い方をします。オイディプスの偶話という言い方をします。で、それは真理のファーブルなんだというふうに考える。地によって王になる人物、オイディプスが自分の仕掛けた罠、まあ、それが司法手続きなわけですけども、それにはまって追放される悲劇について、まあ、 私た,ち私たちとしてはこう言っておいていいかと思います。風光は、オイディプスを知と権力が分離されてつながるサヴォワール・プーワールのファーブルとして読んでいる。知権力、サヴォワール・プーワールがオイディプス王から風光の読み取ったレクトンである。 まあ話を図に戻しますが、フーコはどうも言われたことをファーブルとレクトンに二重化するその役目をレクシスに見ているようです。言われたことをファーブルとレクトンという二つに分ける。その役目をレクシスに見ているようです。それを示す、えー、箇所を同じノートから引いておきます。まあレジュメにも示しておきました。 のの次の箇所ですね。レクシスはフィクション同様にそのまま作品や言説の要素であるわけではないそれらは固有の物質的スニフィアンを持たない物質的スニフィアンから出発してのみ分析可能であるのみあるにもかかわらずレクシスはしばしばそれに固有のホドゥーブルマン状態二重化状態にあると まあ、あのわ,わざとフランス語で書いたんですが、その意味は後でわかります、まあ二重えー。二重状態にあると。折り重なられた状態にあると。語る主体が r プレザンテ e n されるという二重化だ。で、この主体は常に根本的にアップサンであるにもかかわらず、ファーブルの中には常にプレザンスの様態がある。 つまり、風光的レクシス、風光が把握したレクシスは作品中の語や表現ではありません。けれども、言語外のどこかから作品中の言説を語る主体として作品の中にいます。文学作品におけるそんな語る主体、フローベールの感情教育冒頭の一文にもいる主体が風光のレクシスなわけです。 原説が展開されていくにつれ、ファーブルは、1人であったり、複数であったりする、またさまざまな今、ここをその都度持つ主体イコールレクシスを、つまり不在の語る主体を原説のくぼみの中に順次存在させていきます。これが図の2番目の意味するところではないでしょうか。どうも、ペンズル、ここね、ファーブル、レクシス。 ファーブルの転換につれてレクシスが生まれていくと。えー、文の中にくぼみのようにこのレクシスが語る主体として、えー、生まれていくと。で、その次3番目の矢印、レクシスからレク,テンにレクトンに伸びる矢印です。このアップサンかつプレザンな主体が作品の真実、レクトンを語る。 ストア派のレクシス・レクトン関係をフーコはこういう具合に読み替えたんじゃないでしょうかストア派ではただ物質的物体的であるだけのレクシスに物体的かつ非物体的物質的かつ非物質的な性格を持たせておるわけですレクシスに ちなみにフーコーの期間文献のうちレクシスの用例が見つかるのは、えー、このフォリー・ランガジュ・リデガチュール収録の、まあ、2つのノートだけですが、まあ、レクトンの方はストア派への言及とともに知恵の意思講義に一度だけ出てきますでレクシスのこんな独自の解釈をフーコーは一体どこから得たんでしょうかレクシス・レクトンの対といえばストア派であるのに エクシスの理解だけストア派とは随分違う。これは彼のオリジナルな、ある意味無茶な解釈なんでしょうか。まあ、そうだとしてもことはギリシャ語の解釈問題であって何らかの出典があるはずです。まあ、そう思って私はしばらくの間、めぼしい文献を探索したいたいたのですが、一つだけ見つけました。 知恵の意思講義で主題的に取りあつあ、えー、あ上げられているアリストテレスの刑事上学です、えー。講義の中ではその部分は言及されていないんですけれども、風ーはこの部分に目を留めていたはずです、えー。フランス語から日本語にします。刑事上学のガンマー感ですね、第2章。オン・オンとオン・エタンとオンは実際には同じことである。 すなわち人間とは人間であり、一人の人間である。レクシスにおけるこういうホドゥーブルマンはいかなる際も示さない。ね、とこんなふうに、えー、とアリストテレスにはあります。確かにレクシスにおける二重化状態を語っています。しかしですね、この一文を注釈している現代の研究者も指摘するように、 アリストテレスはここでレクシスへの不信感、警戒を語っているというべきです。語、まあのレベル、レクシスのレベルとはソフィストたちのようにいろいろ言えてしまうけれども、その多くに実質的意味があるのかどうか、その違いがあるのかどうか、怪しいという不信感です。フーコはつまり、アリストテレスが警戒するレクシスの本性をそのまま肯定的に捉えてフィクション論に。 というか、文学はまずフィクションとして理解されるべきという文学把握に流,流用しているようにまあ思えるんです。こういういわばアリストテレスの逆向きの活用ですね、えー、は父への意思講義にはしばしば見受けられるわけですが、まあ、それはここでの主題から外れるので、指摘しておくだけにします。 とにかく風ー,ーのレクシス・レクトン関係とその文学論への取り組みがストア派に照らしてもアリストテラスに照らしても大いにトランジュであることは確実です。とにかくレクシス・レクトン関係によって二重化されたフィクション・ファーブル関係においてはファーブルがレクシスを介してこれでも図はーシマイアナはもう一度あの図の方に戻っておきますが えー、この図を見ながら聞いてください。<laughs> ファーブルがレクシスを介してレクトンを物語の真として語る。正確にはファーブルは不在の主体たるレクシスにレクトンを物語らせる。ジュール・ベルムの場合には、えー、さっきの論文ファーブルの背後を参照すれば、まあ、彼の科学小説のレクトンは 例えば、エントロピーとの戦いということであったり、まあ、人間の無知であったりするでしょう。いわゆるテーマ批評が作品のテーマとして取り出そうとしてきたものを風ー,ーはレクトンと考えているのかもしれません。まあ、レクトンという語は用いていませんけれども、テーマについては言及しています。で、他の作品、2年間の休眠であれば、まあ、民主主義国家の建設が小説イコールファーブルのレクトンであるかもしれません。 まあここで風ー,ーのオイディプス論に入っていくことができるんですけれども、先に見た通り、えー、彼はこの悲劇が真理のファーブル、ファーブルドラベリティだというふうに考えています。オイディプスのファーブルは真理のファーブルであると。ちょっとしかし、どこかおか,おかしくないでしょうか。あれこれの具体的真理、あれこれである真理、まあ、ベルヌであればエントロピーの戦いとか人間の無知とかですね、ではなくて、真理なるもの。 真理というもののファーブルです。つまり、レクシス・レクトン関係という構図の下で、真理そのものを読み解こうとしている。物語の真であるレクトンではなく、真理というレクトン、レクトンとしての真理を分析しようとしている。オイディプス王を通じてです。じゃあ、その場合、オイディプス王におけるレクシスは何、あるいは誰か。 何あるいは誰が真理というレクトンを語るでしょうか奴隷ではありません。奴隷は登場人物であり、彼らの言う私、ジュは、えー、物語の外部、言説の中に不在である場所くぼみから語る主体ではありません。私は見た、私はなしたという私は語る、えー、先ほどのか見たのく意味でのくぼみから語る、語る主体ではありません。しかし、 レクシスの風合的定義からすると、オイディプス王におけるそんな主体ははっきりしていると思います。神アポロンです、まあ、私としては、ギリシャの神々こそレクシスのモデルだと言いたいくらいなのですが、とにかくオイディプス王においてアポロンは、直に言葉を発する主体としては登場しないにもかかわらず、神託と予言を通して告げられる彼の言葉。 二つあるわけですね。罪人を罰せよという命令、すなわち司法陳述、ジュリディクションと犯人をオイディプスであるという心理陳述、その二つですね。その二つの言葉が物語を前に進める推進力となっている。アポロンは戯曲の中に常に根本的にアプさん、不在であるにもかかわらず、彼はファーブルの中に常にプレザンスの要態を持ちます。 まあ私は先に、フーコーにとってオイディプス王は真理を確定する手続き、ポセデュールのドラ,ドラマであると申しました。つまり、えー、狂気文、狂気言語、文学のノートにおけるのこの3図の3番目の矢印ですね、この3本目の矢印、レクシスからレクトンに述べる、この線をフーコーは、まあ、オイディプス論において一連の手続きに分解しているのだと思います。 レクシスがレクトンを語る、生む、存在するメカニズムをオイディプス論に見ようとしている、まあ。ということで、本当はこの後 <laughs>、えー、彼のオイディプスローンの詳細に入っていくんですけども、まあ、もしあの興味を持っていただける方がおれば、あとは、えー、サイトの方でお読みくださいということで、私の今日の話はここまでということにさせていただきます。すいません、長くなりました。以上です。はい、市田さん、ありがとうございました。えー とですね、そのサイトについては、後で森本さんの方から、えー、っとご紹介があると思いますけど、すいません、あの私が、えー、っと後でアドレスを貼っておきます、あのチャットの方に。えー、っと,ということで、一、まあ、田さん、濃密な発表をしていただいたんですけど、なんて言いますか、あの、まあ、風ー70年代初めにすでに、えー、っとまあ、地と権力、 の、えー、その二重性というか、まあえー、ギリシャにおけるその分離、まあ、要するにこう神話のその最初の何ていうか起源においては、えー、権力と地っていうのはあの完全に一体のものなんだと。まあそれが、あのー まあ君主の力であったりとか神の力であったりするんだけどまあそれが分離していくみたいな,なんかその過程をあの今日はですね一田さんの方から、えー、分析していただいたような,なんかそういう感じを受けましたはいちょっと私の、えー、コメントが合ってるか分かりませんけれどもとりあえず、えー、それぐらいのことであ森本さんから、えー そうですね。えー、この後、あの発表していただいた、今日発表していただいた原稿を、えー、とこちらに、えー、森本さんのバレリー研究会のブログに、えー、と投稿していただくということになっていますので、まあ、その中に一田さんの、えー、原稿の完全版も含まれるということになります。はい。えー、と皆さんご期待ください。 えー、さて、はい、ありがとうございました。えー、と詳細な議論を後にしたいと思います。えー、それで、えー、柴田さんですかね、次は。えー、と柴田秀樹さんから、えーと、次にご発表いただきます、えーと。画面共有をじゃあしていただいて発表お願いします。はい はい、えっ、ー、と、すいません。見えてますかね。はい。あ、はい。はい、えっ、ー、と、柴田と言います。よろしくお願いします。え、えっ、ー、と、ちょっと、あの、発表に入る前に、一つ、あのお詫びをしないといけないんですけれども、あの、先ほどイントロダクションの中で。あの、この講演文学と言語の特に、後半2日目の方ですね。あの、ふことヌベルクリティックとかの関係について、まあ。 お話すするとといいいうことをあの紹介たただいたんですけどちょっとあのこちらの準備不足であのそれについてあまり面白いことが言えそういなくてで、まあ、その代わりといってはなん,なんですけれどもあの今日はあのこの講演文学と言語全体のお話ですねあのそのまあ議論をたどった上であのこの同時代の60年代の復興の文学論で、まあ、このあの復ーが生きてる間に交換されたものとの関係あとそれから まあそういうものと比べたときにこの公演がまあどういうところに特徴があるかというのをまあ最後に少しお話しして終わるということにさせていただきたいと思います。であのまあ、というのはあのこの公演文学と言語あのこの翻訳の大体真ん中ぐらいにあるあの2回にわたる公演ですけれどもあのこれタイトルはあの文学と言語というふうにあのなんか。 まあ地味な感じになってるんですけどあの一方でまあ非常にあの大胆なところがあってあのというのはあのフーコーの60年代のまあ交換されたような文学論に出てくるようなまあいろんな主題ですねあの審判であったり死であったりシミュラークルであったりそういうものがなんかこうもう勢揃いあのオールキャスト勢揃いみたいな感じでこの公演の中では出てくるとでしかも同時にそれをあのこのフーコーというのはこの公演の中で あの文学言語作品の三角形っていうまあこの講演であの提示されるあの図式の中にそういうあの文学論の主題っていうのをなんか全部あのまとめてあのなんかこう力技的にあのこう統合しようとしているようなあのところがありますまあそのためあのこの講演というのはあのまあ講演なんであのー。 こう語り言葉になっててあの読みやすくてで、まあ、それぞれのトピックはそんなにあの難解というわけではないんですけれどもあのとにかくあの次から次にいろんなあの主題というのが、ね、出てくるあの講演になっているのであのちょっと今日はその辺りあのまあどういう流れで風ーがその文学、うん、言語作品の三角形というものについてお話ししているのかという、まあ、その,あの流れというのはあのちょっと詳細に。 辿っていけたらと思っておりますということなんで、まあ、あのこのテクスト、すでにあのもう読み込まれた方とか、あとそれから、まあ、復興の,あの専門の方にとっては、ちょっと退屈なお話になってしまうかもしれないんですけれども、えー、としばらくお付き合いいただければと思います。はいえー、ということであの、まずこの1回目の講演の方にですね、えー、移っていきたいと思います。 はいでえー、っとこの講演文学と言語第1回なんですけれどもこの冒頭っていうのはフーコーはここで一つの前提からの話を始めてますで、えー、それというのが、えー、我々にとってあの文学という営みはあの文学とは何かという問いに結びついてるとでしかもあのこの問いっていうのは文学の外側あの批評家とか歴史家社会学者 が外側から科すものではなくてあの文学の内側から発せられるものなんだというあのそういう前提ですね、えー、まあ下にあのちょっとその本文あの引用もしておきましたけれどもちょっと読み上げますと、えー、文学とは何かという今や有名な問いは皆さんもご承知のように我々にとっては文学という営み自体に結びついていますその問いはいわば文学のうちに開かれたくぼみです文学はこのくぼみのうちに住まい おそらくそこで自らの存在全てを取り集めなければならないですという、まあ、こういうふうにあの冒頭のところで言ってるわけですけれどもで、あのー、この,あの翻訳されたあの本には非常にあの詳細な、あのー 役者中がつけられてておりましてもうこれあの読むだけであの非常にあの勉強になるんですけれどもあのその中であのこの「文学とは何か」という問いにあの関して役中であのサルトルの「文学とは何か」っていうあのテクストの,あの例が挙げられておりますけれどもまあそのサルトルの例をはじめとしてあのいわゆるまあ20世紀の文学現代文学というものを考えた時にここであの不幸が前提として言ってるようなことっていうのはまあ非常にあの すんなり入ってくるというでまあ実際あの話はあの入籍フランスに限っても、まあ、シュルレアリスムとかあるいはフッコと近い時代でいうとあのドゥーバオロマンの運動であったりデルケル派の運動であったりっていうまあそういういろな文学運動っていうのは実際どれも、まあ、こういうあの文学とは何かっていう問いとまあ結びついてで、えー、そ,それにまあ主導されるような形で、まあ、進められたような あの運動、えー、なわけで,で、まあ、実際ここでフクが我々と言っているのはこの公演の聴衆ですね、だから1964年のまだそういうあの文学運動とか竹縄、まあの頃の,あの聴衆なわけでその、この公演を聞いているあの我々、聴衆にとっても、まあ、こういう前提というのはまあ当たり前、自明なもののように、えー、思えると、えー、考えられます。でえー、ただところがあの復は続けて あのこういうあの前提、自明のものとして考えられているような前提には、一つの逆説とか、それから困難というものが存在するというふうに指摘します。でそれはどういうものかというと、まあ、こういうふうにあの文学とは何かというのか、まあ、文学にこう内在的なものとして定式化されるようになったのは、あの言ってもごく最近のことに過ぎないと。で特にあの時期としては、フーコはまラルめの作品という出来事以降のことに過ぎないというふうに言います。で じゃあそうするとどういう困難が起こってくるかっていうとあの、まあ、マラルメ以前の作品ですねマラルメ以前の作品っていうのも我々はまあ普通にあの文学例えばギリシャ文学とか、えー、そういうふうにえ古代の作品とかについても言ってるわけですけれどもあのそういう作品っていうのはまあマラルメ以前なんであの文学とは何かっていう同様、あの内在的に引き受けるようなものではないと。 でそうするとあの文学とは何かという問いに、まあ、導かれることのないようなそういう作品というのはあの果たして我々にとっての文学と同一のものなのかというこういうような困難、まあ、あるいは逆説というものが立ち上がってくると。で、えー、じゃあこれをどういうふうにあの答えたらいいのかというところであのフックはの次のような回答をします。 えー、いわくあのダンテとかセルバンテスエウリピデスの例をまあ出すわけですけどもまあこういうものっていうのはまあ確かに文学に属しているとでところがそれっていうのはあの我々の文学というものに属しているんであって、えー、彼ら自身の文学の一部を成しているのではないとで続けてあのギリシャ文学とかラテン文学っていうものは存在しないというまあちょっと大胆なことを言ってますけどもこれは要するにあの、まあ、下にも引用しておりますけれどもあのー、なんでこんなことになるかというと え引用を読み上げると別の言い方をするなら我々の言語に対するエウリピデスの作品の関係がまさしく文学であるのに対してギリシャの言語に対するエウリピデスの作品の関係は文学に属するものでは確実にないのです、まあ、だからあのここでまあ文学、えー、言語作品っていうこの,あの応援を導くまあ三角形というものがまあ出てくるわけですけどこの三角形のまあ関係っていうのがあのいわゆる 文学と呼ばれているマラルメ以前の作品とそれからマラルメ以降の作品では変わってきたんであのでそ,そこからまあこの逆説というものが起こってきていると。で、えー、ここでまああの言語、作品、文学というまあ論点が出てきた、えー、わけですけれども、これについてあの続けてフーコはまあ次のような定義をします。えー、まず言語というのはあの歴史のうちで積み重ねられたもろもろの言葉であると同時に、 そののラングのシステム自体という,ふうに定義しますでそれに対して作品というのは、まあ、そういうようなそれぞれの言葉言語というものがあの自身に固有の空間を形作るとで記号と言葉がまあ透明だったのがそれが厚みを帯びるようになってで謎めいた塊を作り上げると、まあ、そういうような言語の縁というものが作品なんだというふうに言います。で じゃあ残った文学っていうのはこれは何かというと作品と言語の関係が相互を経由する三角形の頂点などという、まあ、こういうあの定義を与えることになります。で、まあ、この三者の関係についてこの第一回講演の中ではまあ続けて詳しくいろいろな例を引きながら説明されるわけですけれども、えー、いいですね。あのただこのの関係ってのは あの歴史的にまあ一つの断絶があるとで、特にそれいつ頃起こったかというと、えー、19世紀初頭ないし、18世紀末、えー、ここにこの三者の関係の断絶というものを、えー、復興は見て取ります。で、えー、この断絶以前ですね、17世紀にこの3つというのはどういう関係だったかというと、えー、文学というのは言語による作品群に対してある人が用えた像、造形や寛容、愛読を指す、まあ、そういう受動的な関係であったと。 ここういうよういいよなことを言いますでそれに対してじゃあどういうふうに18世紀末頃変わるかというと文学は言語作品からなる三角形の能動的な第三項となるとでそうすると言語と作品との間の、えー、関係っていうのが解明な深い関係というものに変わると、まあ、つまり断絶以前17世紀というのはこの文学言語作品というのがまあ,ある種水平的な あのなんか障害なくそれぞれの間があの交流するような関係だったのが18世紀末になるとこの文学っていう第三項っていうのが、まあ、三角形の頂点としてせり上がってきてでそうするとこの関係っていうのがあの謎めたものに変わっていっちゃうという、えー、そういうふうにえーコあは見取り図を示します。でえー 続けてあの復コはまたちょっとここであのポートの前提に帰ってきてですね、で結局、のの文学とは何かっていうものがあの文学に内在的な問いとして発せられるようになったのは、まあ、結局、こういう三角形の図式っていうのがあの成立したことにあのかかってるんだというふうに、まあ、そういうふうにあの位置づけを行います。 一応、意味を読んでおくと、えー、文学とは言語と作品からなる直線の外にある第三の地点であり、まさにそのことによって、この第三の地点は、空虚な空間、文学とは何かという問いが生まれるような本質的な白さ、そうした問いそのものであるような本質的な白さを描き出しているのです。それゆえ、文学とは何かという問いは、文学と重なり合うものでもなければ、補足的な批評的意識によって文学に付け加えるものでもありません。 この問いは本源的に引き裂かれ、破断された文学の存在そのものなのですという、こういうふうに、えー、冒頭の問いをまた、えー、位置づけ直すと。で、えー、ここはですね、フッパーの続けて、えー、こういうふうにまあ文学、言語、作品の三角形というものを提示したであで、あの文学についてまあいろんな規制観念があるけれども、そこからあの解放されないといけないということをえ言います。で まず一つがどういうものかというと、えー、文学は言語であり、言語をうまく配置することによって、い、え、わ、ー、く言い難い何者かを生じさせるものだという、まあ、こういう既成観念ですね。で、それに対して、風ーとっていうのは、それはもう全く逆なんで、あの文学っていうのは、いわく言い難いものじゃなくて、ファーブルからできているというふうに答えます。で、あのこのファーブルについて、先ほどの市田先生の発表の中であの非常に詳しくあの説明されましたけれども、まあ、ここではもう簡単に。 あのちょっとバナナの説明をしておくと、まあ、ファーブルっていうのはあの先ほども、えー、例に出ましたあのジュル・ベルヌロですね、えー、と日本語タイトル物語の背後にあるものの中の,、まあ、あの説明によるとあの物語られた事件や人物出来事ですねあのそういうものから文学っていうのはできていると。 で、一応、上の引用も読んでおくと、文学は、いわく言い難くないものから、従って言葉の厳密かつ本来的な意味でファーブルと呼びるものからできているのです。それを言う文学はファーブルから、言われるべき何者か、言われることができる何者かからできています。しかし、こうしたファーブルが語れるのは、不在、殺人、二重シュミラクルであるような言語においてです。こうした言語のおかげで、文学に対する言説が可能になるのだと思います。まあ つまりあの文学はその語ること、語る内容、あのそれが何かいわく言い難いものなんじゃなくて、その語る言語の方っていうのが不在とか殺人とか二重化っていう、まあ、こういう非常にあの謎めたあのものにあのなってるんだという、あのそういう、えー、お話、えー、だと思います。で えまた、フ、えーコは続けてもう一つあの別の,あの規制観念について批判を超えるわけですけどそれがまあ文学というのは言語という生の事実に関係するようなそういうあの規制観念ですねでフーコによればまあそうじゃないと、えー、引用をちょっと読みますと、えー、文学それ自体というのは言語の内部にうがたれた距離であり絶えず踏破されるものの実際は決して踏み越えられない距離です。 つまり文学とは自分自身の上で揺らぐ一種の言語でありその場でなされる一種の振動なのですとまあだからあのその文,文学を言語と全く同一視しちゃいけないとでまあただあのフークはこういうふうに言うわけですけれどもこういう説明だとまあちょっと良くないというふうにつまりこういうふうにあの振動とか言っちゃうとなんか文学と言語っていうのが二項関係みたいに捉えられちゃうんであのそうじゃなくてそういうあの文学と言語の関係っていうのは同時にもう一つの,あの三角形の 点ですね、あの作品という、えー、動きのない絶対的に不動な厚みの内部に安全に捉えられ,た、えー、捉えられているんだと。だからこの日項関係じゃなくて参項関係で考えないといけないというふうに、えー、言います。で、えー、続けて、えーまあや、やっぱり先ほどの市田先生の話の中でま出てきたところですけども、あの復興は続けてですねあの作品というのはあの逆説的なものなんだというふうに言います。 というのはあの、作品が文学であるのは作品の始まりのまさにその瞬間だけなんだというそういう逆説ですね。でえー、というのはあのそのつまり作品で書かれる現実のそれぞれの言葉というのはその文学の純粋で真っ白な本質に対する審判なんだと。でこういう言葉というのは作品全体を文学の達成じゃなくてその断絶とか挫折とか不法侵入というものにしてしまうと。 まあ、例えば続けあの、プストの,あの失われた時を求めての冒頭の,あの一節ですね、長い時にわたって私は早くから寝たものだというものをちょっと例に出すわけですけれども、フーコの説明によると、えー、引用のところですけれども、えー、この文が文学への入り口なのは、この文に文学の印、文章、印、えー、用完全に備えた言語が登場しているからではありません。それは真っ白いページに単なる言語が侵入しているという、ただその理由のためだけなのですと。 こうした言葉は我々を文学という絶えざる不在の戸場口まで導いてくれるのですと。でまあ、ちなみにあのここで出てきたのプルストの話っていうのはあの、えー、と狂気言語文学ですねあのまだ翻訳が出てない方の,あのこちらのテクストに収録されたあの講演構造主義と文学分析の あのこれはあの講演とそれからその後も討論がまあ一緒に収められているあのテキストですけどその,あの討論の部分でもこの,あの一節についてはあの議論がえなされています。で、まあ、こういうふうにいった上でさらにこの審判という点に重ねてですね、えー、さらにフーコは19世紀以降文学はあの文学の殺害というものを使命としてきたというふうにえします。で、まあ、ここにはあのそれ以前19世紀以前とは全く特殊な あまあ、違った全く特殊なタイプの文学の歴史性というものが現れてくる。で、まあ、続けてこの文学の殺害というのは、まあ、こういう4種類にわたってあのなされますよということをあの言ってる、えー、ところもあります。で、えーまあ、こういうふうにあの文学に書きつけられる言葉というものをあのフーコはまあ,あの審判、えー、文学 という本質に対するる審判ででああり冒涜であるというふうにあの、えー、論じるわけですけど、えー、続けてフーコは同時にあのそういう言葉っていうのはあの文学に対する合図なんだというふうにもえ言います。えー、下の引用のところですね。えー、それぞれの言葉はそれが作品の白紙のページに書かれた瞬間から我々が文学という何者かに向けて点滅する一種のまたたきとなります。なぜなら実を言えば言語による作品の地で日常的に語られることに似てい,いったものなど何もないからです。 で続けてあのフーコはビュートールのサンマルコ大聖堂の描写っていうあのこれ大聖堂の描写にあの実際の観光客の会話とかをあの織り込んだような作品ですけれどもあのこれっていうのはあのまあ実際の会話っていうのがまああの作品の中に書かれてるわけですけどそういう実際の言葉っていうのはあの言語空間に穴を開けてでそこに矢のような形をした次元。 でこの矢っていうのは、まあ、要するにあの文学の方に向かっていく文学の方に向かって合図を送るそういう矢なわけですけどそういう次元を言語空間に与えるために、まあ、そういう文学作品に書きつけられる実際の言葉というのは配置されているんだというふうに、えー、言います。まあ、そういうふうにだからあの文学における言語というものはあの冒とくであり合図である。 というまあ、そういうあの二重性を持ったものとして、えー、論じるわけですけれども、えー、結局あの作品というのはこの二重性によってあの存在しているんだというふうにえ言います、えー、下の引用ですねそれゆえ結局のところ作品が存在するのはすべての語があらゆる瞬間に文学へと向けられ文学によってあおり立てられる限りにおいてだけです同時にまた作品が存在するのは文学が追い払われ冒いてされている限りにおいてですそうした文学こそがそれぞれの語をはじめから支えているんですとまあえー こういういうにですね、あの続けてフーあは侵入、えー、審判としての作品というのはあの文学の断片、えー、これがまああの審判とか冒涜という面を表す、えー、表現ですけれども、であると同時に、えー、文学の連続性、これはだからあの言葉の文学に対する合図という面に,に関わる表現ですね、えー、そういうものがあの作品の周囲にある限りにおいて存在するんだというふうに、えー、言います。 でえここからですね、えー、こういうふうにあの冒とと合図という、まあ、この二重性によってあの作品というものを定義するわけですけれどもえ、この二重性を風光はそれぞれ、えー、審判、冒涜を審判で合図をしという、この現代文学の2大カテゴリーに結びつけていきます。でまず一つ目の審判と、えー、いうのは、これを代表するのは佐渡の作品なんだと。 佐渡の作品というのは周知のりあり、同じ時代の18世紀のいろんな思想家、ドルバックとかから文言をパクってきたりしているわけですけども、そういう冒頭的なパスティッシュによって、佐渡というのはそれ以前のあらゆる文学、あらゆる言葉を消去しようとしていると。こういう近代文学の場である空虚な空間を切り開く、そういう佐渡の作品というのは文学の反例そのものなんだというふうに言います。 というカテゴリーの方に関わるのは、これはあの佐渡に対してシャトーブリアンの作品ですね。あシャトーブリアンの作品というのは、えー、これはまあ、あのや,やはり役中でも指摘されている通り、あの墓の彼方からの階層があの念頭にあるんだと、えー、思います。けれども、あのシャトーブリアンの作品というのは、あの書物であろうとしているとで、絶対的な図書館の空間というものに身を移そうとしていると。 でその作品っていうのはあの彼以前のあらゆる言葉っていうのを、えー、前史としながら、えー、文学の確固たる存在に加わろうとするというこういうものなんだと。でえーこのまあ、特に 後者の点ですね、あの作品が文学に送る合図という点についてあの続けてあのフッコはローラン・バルトのエプリチュールの概念を引用しながらあの作品というのはあの単にその物語を語るだけなんじゃなくてあの同時に文学とは何かというものを語るんだというふうにえ言います。でえー 文学がこういうふうにあの物語りと同時に文学とは何かを語るようになった経緯についてあの続けて復興はあはここには修辞学の消滅というあの事態が関係しているというふうに言います。でこの修辞学というのはあの復興によれば文学が文学であることを証しするようなそういうものだったけれどもそういう修辞学というのが消滅して以来文学っていうのはこの修辞学に頼るんじゃなくてあの自分自身でそういう証しっていうのをあの定義しないといけなくなったとそういう責任を担うことになったと。 でここからあのフックは続けてあの文学というのはあのそういうふうに、まあ、つまり同時に2つのことを語らないといけないんであので単一であると同時に分身の方に服した、まあ、そういう言語なんだという風に言います。で続けてあのドステフスキーの二重人学ですねまさにあの分身が問題になっているそういう作品というのをちょっと例として引っ張っていきます。でえー、さらにあのフックは続けてそういうあの分身というのは あの作品と文学との間にも生じると。というのはあの作品と文学との間にはあの隔たりがあってあの決して一致することがないと出会うことがないとその限りにおいて作品というのはこの隔たりなんだというふうに言います。でさらにこの隔たりというのをフーコはあのシュミラックルというふうに呼びかえてでこの結局シュミラックルというのが文学の存在のすべてなんだというふうに言います。でここでまああのの続けてプルストの あの失われた時をを求めてての例をもう一度、えー、引いてきますというのは、まあ、プルストの作品というのはあの、えー、まああのこうつまり主人公というのがあの作品を、まあ、書こうとするところで終わるわけですけどその書こうとした作品っていうのはそのプルストの小説の中には現れることがないでまあこういうあのヘダあたりあのシュミラークルとしての性質をあのよく表すものとしてあのここではあの引用されているということですね。で、えーまあ こういうふうにですね、フッコはあの、審判、しシュミラックというものをあの文学を特徴づける3つの継承としてあの取り上げるわけですけれども、で、文学と文学の存在というのは、この3つの継承の間で引き裂かれているんというふうにするわけですけれども、ただ続けて、フッコは、それぞれのこの3つの継承だけでは文学を完全に定義するには十分じゃないということを言います。 シュミラックルとか、例えばシュミラックルの場合で言えば、あのこのシュミラックルであるようなあの小説っていうのは、あのいわゆる空港がここであの文,学と文学が誕生した時期として語っている18世紀後半以降、あるいはマラルメ以降、えー、以前にもあのそういうものっていうのはあったと。例えば、小説のシュミラックルとしての,あのディドロの運命論者ジャックです、ねえー、の例を引いてあの言います。 でえー、ただやっぱりそういう、あのー、文学の誕生以前の作品とそれ以降の作品というのはやっぱり違ってると。で、フーによれば何が違うかというと、そういう以前の作品ですね、古典主義時代において、えー、言語による作品というのは、現象的な言語、神の言葉を習字学を通じて復元することをその務めとしていたと。で、ところがまあさっきも話にあった通り、こういう習字学というのは消滅しちゃったんで、でそうすると、現象的な言語、 神の言葉というのは口をつぐんでしまって、えー、でその時に文学というのは始まることになったとで。そういうふうにして始まった文学が自らの存在を基礎づけるのは修理学ではなくて、す、え、で、ー、に言われたことを反復する、そういう書物なんだというふうに、フーコはここでまたもう一つあの書物という継承、えー、をあの出していきます。で、この文学における最初の,あの,この書物。 の継承あの代表する作家としてあのマラルメの話を続けて持ってきます。で、まあもうこの辺であの第一回講演は結論に向かうわけですけども、ただとはいえあの書物ってにはそもそもあの本質が存在しないと。で、それゆえあの文学っていうのはあの書物のシュミラックルでもあると。まあなので文学っていうのは他のすべての書物に対して審判を行うとともに。 まあ、こういうふうに、あの、不幸結論のところで、これまで出てきた議論っていうのをま,あまとめる、えー、ことになります。審判とか死とか守備ラックルっていう継承を、結局のところ、いずれもあの書物っていう、もう一つの継承のうちに修練させて、で、文学のあらゆる存在は書物のうちにあるかというふうに言います。 でここであのフックは冒頭の我々聴衆のところにあの戻ってきてです、ね、あのまああの文学とは何かという問いを内在させたものが文学なんだというふうな前提を地面のものとして考えている我々というのもまた結局この書物というものの中に閉じ込められているんだというふうに結論してこの第1回の講演を終えることになります。 約5分はもう時間もあるので読み上げませんけど、えこれがまあ大体の第1回の講演の、えー、流れですね。でえー、続けて、えー、2回目の講演についてもあの手短にあのお話ししたいと思いますけれども、えー、2回目の講演は今度はちょっと対象をフーは絞ってきて、あのそれがあの文学批評ですね、あの批評について風光は中心的に話していくことになります。 でまずあの、この2回目の声の冒頭であの、復興はどういうことを言うかというとあの、よく考えてみるとあの、文学について語りうるということ、批評しうるということは、どうもそんなにこう明らかなことじゃないとで、なんでそんな明らかじゃないかというと、あの批評というものがあの変化、えー、してきているとい、そういう変化というのが関わってきているというふうに言います。でどういう変化かというとあの、批評的行為というのはあの、もう今ではあの拡散していると。 小説とか詩とか哲学とかそういう,あのこう専門の批評以外の領域に拡散していってるとで。それと同時にあの批評専門にしているような批評家っていうのはあの消えていこうとしてると。で、まあ、こういうふうにあの批評っていうのは単に専門家だけのことじゃなくてあの言語全般に関わる一般的な機能になってるんだというこういうような変化が起こってきたというふうにまずフ、えーコは、えー、言います。で え続けてフーコはあの伝統的な批評とこういうえ変化以降の批評というのがどう違うかというところをえ言っていくわけですけどもえまず伝統的な意味での批評というのはあの文学についてえ趣味に基づいて判断を下しでそういうあの文学作品というのを階層化してでえ作者とあの講習ですねえ書いた人とそれを読む人との間を媒介するそういう制度のことを批評というのは意味してたと。 いうことであのここであのフックはまあそういう批評家を代表するものとしてサント等部分の名前を挙げますで、えー。ところがこういうような、えー、文学と批評の関係つまりあの一時的な言語と二次的な言語の関係っていうのは今日では全く変わってきていると。えー つまり伝統的な批評のようにあの趣味に基づいて文学を判断するんじゃなくて明示的な方法例えば精神分析的な方法言語学的な方法主題論的な方法形式的な方法に基づくように、まあ、そういうふうになってきているとつまりあの批評っていうのは自分の基礎に関する問題っていうのを実定性とか科学性の次元で定義するようになってきているというふうに言いますで続けて一方でですね、えー、復ッは批評っていうのは今日あのエクリチュール というものに興味を示しているとで。単に興味を持つだけじゃなくて、自分自身がそのエクリチュールの行為になろうとしているというふうに言います。えで、フーコはまたここにあの批評に一つの逆説というものを見て取るわけですけども、それがあの今言ったことですね、あの批評というのは文学に対する実定的、科学的な、二次的な言語であろうとするわけですけどそれと同時に批評というのは文学と同じエクリチュール。 つまり一時的な言語であろうとしていると。まあ、この点に批評の逆説というものを見て取ります。で、まあ、こういうような批評、二時的言語であると同時に一時的言語であるような批評というのはどのようにすれば可能なのかというのを解明することが、まあ、大雑把に言うと、この第2回公演での復興の目的というふうになります。で、えー じゃあ、この批評っていうものにどういうふうにアプローチしたらいいかというところで、まずフッコは最初にですね、ヤコブソンの批評をメタ言語として定義するような概念っていうのを援用していきます。メタ言語っていうのは一時的言語に対する二時的な言語であるとともに、一時的な言語と実質的に同じものであることができると。まあ、そういう点で、今言ってきた、さっきフーコが言ったようなその批評。 のいというものをあの定義する上で、非常にあの良いあの例のように思われると。まあ、例えば、このメタ言語というのは、フランス語のメタ言語としてのフランス語というのは、これはあのフランス語についてフランス語で語るときのその校舎の方のフランス語というのは、前者のフランス語に対する二次的な言語であると同時に、それは結局フランス語なので、一時的な言語でもあると。 いう例えばこういうふうなあのものとして批評を考えたらどうかというふうに言うわけですけど風ーによればこれではあの十分じゃないと、えー。なんで十分じゃないかというとあの文学というのは言語学の用語を借りればパロールの行為として表現することができるんだけどもあの文学というのはあの単にあのラングが化かしてくるコードに従うだけじゃなくてあのそういうコードの拘束力というのを中断することができるからだ つまり、コードに従わないことが可能だからというふうに言います。で、ここからあの,ふくあの文学と狂気の貴族関係というものについてちょっと示唆するわけですけども、あのこの講演では、ちょっとこの狂気の問題というのはあの、あまりえもうこの箇所以外ではあの出てきません。で、えーまあ、なので、結局あ、あらゆる文学という,うちには、こういうふうにコードをあの中断させるような構造的な批評,批評主義というものがあるんだと、そういうリスクというのが存在するんだというふうにえ言います。 でこういうふうにあのメタ言語っていうのがあんまりうまく、えー、使えないとしたらじゃあ文学を定義する上で何に頼るべきなんだろうかということでフーコーは続けてあの言語っていうのがあの全面的に反復可能な唯一の存在なんだというそういう、えー、事実に注意を喚起します。で、えー、実際あの西洋文学においてはその出発点であるホメロスの王セイ夜以来反復構造っていうのがその存在の本質を成している。 まあ例えば、ここでオデュッセイヤー詳しく少し詳しく説明して、例えばそのオデュッセイヤーの第8章の中で、オデュッセイス自身があの自分とは別の銀遊詩人の歌うオデュッセイスの冒険談を聴くという、こういうあの反復構造というのが描かれている場面っていうのがあるんだというふうに言います。えまあ、なので、こういうふうな事実に注目すると、表というのはあのメタ言語じゃなくて、言語における反復可能なものの反復。 言語っていうものは反復可能なものなんだけれども、それをさらに反復するような、そういうものとして定義することができると。で、その点であの文芸批評っていうのは、ホメロスの中介以降の釈議の伝統っていうのに組み込まれるだろうと。で、えー、結局、あの批評っていうのは、分身に関する言質、言説であって、で、えー、言語のもろもろの同一性がその中で配分される隔たりと差異の分析なんだというふうに、えー、言います。で まあこういうふうにあの批評について述べた上で、福は続けてあの批評にはあの3つの可能な形式があるというふうに言います。まず第一の形式というのが修辞学ですね。これはあの言葉の形態上の反復に関する学問だと。でそれに対して第二の形式というのは三等部部以来の古典的な意味での批評。えつまりあのいろんな言語とか作品の多様性の中に、 えー、例えば、まあ、作者の心理的な動機みたいな、えー、意味とかテーマ系の同一性を見出そうとするそういう試み、えー、これが第2の形式の批評だと。それに対してあのコーが注目するのは第3の形式である自己言及の解読ですね、えー、例えばさっきも例に出てきたようなオーデュス・セイヤーの場合のような、えー、作品が自己言及する自己包含するために用いるようなそういうさまざまな記号ってのを分析、えー、することがあの今日の文学分析。 というものに意味を与えてるんだと。でここでフクはあのまたバルトの名前とかあとそれからスタロバァンスキーの名前を、えー、引いてきます。でまあこの文学分析という語についてはあのその教期言語文学ですかねえっとそちらの方でもあのいろいろと詳しく説明した走行ありますけれどもこの文学分析というものについてフクは続けて、えー、そこには2つの方向性があるというふうに言います。 で第一のものが文学が自己を支持する初期号の分析というもの。で第二のものが文学の空間性に関する分析というものですね。でまず、フーコーは第一の記号学的な文学分析の方に触れていくわけですけれども、フーコーはそこには4つの地層というものがあると。でこれまず一つ目というのは文化的な地層ですね。 これ例えば例としてはジョルジュ・ディメジルが行ったあのインドヨーロッパ語族の系の神話の研究とそれからその社会の結びつき文化の結びつきに関わるようなそういう研究こういうものがまず一つあると。で えー、ただフッコは、まあ、これあの外側からどんどんあの内側文学の内側に入っていくような感じでこの4つをあの並べていくわけですけどあの続けて2つ目にはあの言語学的な地層の分析というものがあるとでこれは例えばあのソシュールのあのグラム研究というのが該当するとでさらにもうちょっと内側に行って 文学の内側に行って3つ目のものっていうのがエクリチュールの知性だと例えばまあフローベールがいろんな辞性を使い分けてるわけだけれどもあのそういうふうを分析することっていうのがこのエクリチュールの地層の分析になるとで最後の4つ目、えー、っていうのがこれがあの自己包含の地層ですねまあ例えばこのやり方としてはオデュッセウスにおけるあの自己包含のされ方っていうのとあとプルストにおける自己包含のされ方っていうのをまあ比べてみるっていうのがあるだろうというふうにここはえ示唆しますで これがまあ第一の記号に関する文学分析で,で続けて第二の空間性に関する文学分析の方に言うとまずフー,ーは全体としてあの言語っていうのは長らくあの時間的なものとして考えられてきたんだというふうに言います。 例えば、ヘルダーからハイデガーの目を上げて、えー、ロゴスとしての言語というのはまあ時間的なものとして考えられてきたと。でベルクソンはちょっとあの言語を空間的なものとして考えている点で例外だったんだけど、まあ、でもベルクソンも例えば、インユロンとかにおいてあの言語をまあ時間的なものに結局あのこう回収しちゃっているというふうに言います。でところが、続けてフーコーがあの念を押すのは、言語の存在というのは空間なんだと。 言語の所要素というのは、教授体のネットワークの中でしか意味を持たず、また言語は判例と当時法、所要素の代入と結合の処方則によってしか存在し得ない。まあ、だから言語というのは空間なんだというふうに念を押します。で、えー、その上でフーコは空間としての文学作品の言語を分析する方向性をまたあの今度は3通りに分類します。 やっぱりこれもあの外側から文学の内側にだんだん向かっていくようなあの感じで3つ並べられているわけですけどえまず1つ目があの文,学文化的な空間性ですねこれが例えばジョージュ・プーレの「円環の変貌」で分析されたような、えーまあ、ルネサンスからバロックに至るあの円環、えー、というものが持っていた、えー、意味合いの変化とその文学作品との関わりを分析するような方向 でそれに対して2番目のものというのが作品の内的な空間性ということで、えー、例えばあのコルネイユの作品におけるあの8の字の、えー、構造、登場人物が出会って分かれる、そういうあの8の字になった構造についての,あのジャン・ルーセの、えー、形式というミサイでの分析というのがこれに当たるとで、えー。それに対して3つ目のものというのが、これはあのもっと内側に行って、言語自体の空間性ですね。これが例えばジャン・ピエル・リシャールの丸めの創造,創造的宇宙。 で分析されたようなことだということで例えばあのフーコーはのマラルメにおける奥義と奥義というものについて奥義とそれから翼というものについてその分析を例として挙げています。で、えーまあ、こういうふうにあの2つの方向性があるというふうに言うわけですけどただこの記号学的な分析と空間性の分析っていうのはただフーコーによれば今まだあの分散した状態にあると。で 我々っていうのはその両者をこう一つに修練される言説っていうのを未だ手にしてはいないんだというふうに考えます。で、もうこの辺から結論に向かっていくわけですけど、しかし、それこそが現在の文学分析、あとそれから哲学には課せられていると。で、続けて、あの、そういうような、あの、 この2つの方向性を修練させるような言説っていうのは、えー、絶対的に現象的な言語ギリシャ的な思考の、えー、最初の言語がどんなものであり得たのかを想起させるような言語によって可能になるかもしれないと、えー、これもあの役中の中であの後期のハイデーガーについてあの関連づけられておられますけれどもまあそういうふうに不幸は考えると。 でただ一方であの復興はあの文学や文学分析というのはあのこういう、あのー、言語というのが生まれつつあることの証しとして見なすこともできるというふうに、えー、言います、えー。一番下のところですね。2、えー、世紀足らず前に生まれた最近の発明品である文学とは根本的にはまさに構成されつつある言語と空間との関係でありかろうじて可視的にはなっているが未だ思考可能にはなっていない言語と空間との関係なのですというふうに、えー、こういうふうに、えー、言います。 でここからも、えー、結論、えー、になるわけですけど、えー、結論としてフックはまずあの第1回の講演で出てきた審判とか詩とか書物というあの主題を振り返りながらあの文学というものを、えー、時間に向けられてきた言語のうちにおける最初の口ごもりとして出現したものと見なすとあつまりあの時間の中で口ごもりが起きてそれであの時間が止まっちゃうとでその口ごもりによって言語というのはあの空間へと向けられることになると。 でえー、サントブーブをはじめとして批評というのは空間に向けられた文学を想像とか系統とか影響といった時間的な用語によって思考しようとする、まあ、そういう絶望的な努力であったんだと、まあ、そうなんだけど、えー、今日の文学分析というのはそういうこれまでの批評の可能性自体を消去することに他ならないんだというふうに、えー、言います。 でえー、これがもう最後の一文ですね、えー。文学分析は言語がますます自身から離れていること、言語がネットワークとして自身から遠ざかっていることを明らかにします。文学分析は言語の分散の原因は時間の契機でもなければ夕暮れの陽気さでもなく、まあ、昼の炸裂、輝き、不動の嵐などだということを明らかにします。私がこれまで皆さんに説明しようとしてきた厳密で真摯な意味における文学とは照らし出され、 されたこうしした言語に他ならならいのかもしれません我々が今日思考しなければならないのはそうしたことなのですう、まあ、こういうふうにあのこれからの,その文学分析の,まあその未来というものをちょっとあの示唆した上でこの2回目の講演というのが閉じられることになると。こ、え、こ、っと、でちょっとあの駆け橋で今あのこの2回にわたる講演の概要をたどってきたわけなんですけれども最後にあのここで。 話されてきたあの問題とそれからの風コの,あの交換された文学論との関連についてちょっとだけ見ておくとあのここでまあ出てきたようなさまざまな主題あの審判とかシュミラークルとかあるいは文学の誕生とかそういう主題のほとんどっていうのはあの他のフーコのまあすでにあの交換されたで日本語にも訳されているようなそういうあのテクストの中でも論じられていますでここではまあずらっとちょっとその例を出してきたんですけれどもあのまあ こういういさまざまなその主題っていうのがこの、えー、文学と言語の中には集結してるという点であの文学と言語っていうのは復興文学論の一つの、まあ、集大成というふうに、えー、なっていると思います。でこの上で,です、ね、あのこの講演をまあ同時代のこういう文学論交換されたテクストから際立たせている点を挙げるとすると、まあ、次の3点があるだろうというふうに思います。 まず一つ目っていうのはやっぱりこの,あの講演っていうのは言語作品文学っていうこの三角形の内側にこれまで出てきた主題っていうのをあの位置づけようと、まあ、そういう野心的な試みをしているあの講演なのであのこの点がまず大きな特徴として挙げられると。で えー、残りの2番と3番はこれはあのー、やっぱり仏語観光の他のテクストとも、あのー、共通する点ですけどもフッコと同時代の文学批評バルトとかプーラーとかスタロバンスキーあとそれから言語学ヤコブソンとか、まあ、こういうものについて広範な言及というのが行われていると。で えー、さらに3点目としてあのベルクソンとかサントブブとかシャトーブリアンとか、まあ、フッコの,あの交換されたあのテクストの中では、まあ、あんまり出てこない珍しい作家とか思想家というものについても言及されているという、えー、点があります。まあ、なのであのボツコ観光のテクスト、えー、文学分析とか構造主義と文学分析言語外のものと文学 と並んで、この講演文学と言語というのは、復興の交換された文学論には見られない文学に対するアプローチっていうのを示していると、まあ、そういう復興の姿っていうのを見て見ることができるという点でも、やはりあの注目に値する意義深いものなんじゃないかというふうに思います。はい、えー、ということで、すみませんあの、時間過ぎてしまって、あのちょっと雑白なまとめだったんですけれども、あのこの辺であの発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。 はいえっと、柴田さん、ありがとうございました。えっとまあ、柴田さんには文学と言語という、えっと、講演のですね、まあ、詳細な分析をしていただいたわけですが、えっと、最後に、えっと、最後というかですね発表の際、えっと、3番目の方ですね、桜井康平さんに次はその佐渡に関する講演の分析をしていただくと。 いいいうこととで、えー、早速お願いしたすい,いますはい、じゃあ、また画面共有をしながらお話ししようと思いますけれども、ちょっと待ってください。はい、すみません。えっ、ー、と、それではですね、えっ、ー、と最後に私は、えーと、佐渡公園における欲望と心理、えー、のということですね、これについてお話ししようと思います。 えとまず、ですね、えー、と佐渡公園について先ほどお話したんですけれども、えーとかん、改めて簡単に紹介しておくことから始めたいと思います。えー、とこのフーコーの佐渡に関する公演というのは、ですね1970年、ニューヨーク州立バカロー校での2回の公演というのをまあ収録したもので、えー、とフーコがー佐渡に関して書いたテキストの中では最も本格的なものであるというふうに言えるのではないかと思います。 ところで、この佐渡公園はですね、風光による佐渡解釈の編成においても、重要な位置を占めるものだということが言えます。これどういうことかというとですね、これは下にちょっと書いたんですけれども、1960年代の風光というのはですね、さまざまな機会で佐渡を取り上げました。でそこにおいて佐渡は、近代のまあ人間学的なですね、アントロポロジックな思考の限界を明らかにするまあ審判の思想家として、積極的な評価を受けていたわけです。 これに対してです、ね、でフ、えーコーは1975年に発表された、まあ、佐渡聖の法務官という、まあ、テークストにおいて、えー、とですね、えー、佐渡を既立、まあ、社会の枠組みにとらわれた聖の法務官、まあ、こういう形で、えー、捉えて、さらにはですね、えー、と76年の、えーとえー、知恵の意思においては、佐渡の、まあ、頻繁審判概念を、まあ、否定的に扱うことになります。 つまり、1970年に行われたこの佐渡に関する講演というのは、1960年代の肯定的な、まあ、佐渡、えー、評価と、まあ、1970年代以降の、まあ、言うなればですね、まあ、否定的とも言えるような佐渡評価の、まあ、転換点にあたる、えー、ものであるわけです。えー、すみません。 さて、それではですね、えー、じゃあ、この1970年代の佐渡公演の中心的なテーマは何かといえば、それはですね、えー、と欲望と真理の関係であるということになります。えー、実際にですね、えーと、佐渡公演の冒頭において、えー、とフーコーは、シン・ジュスティーンとそれに続く、ね、彼女の姉で,姉であるジュリエットの物語全体は、全面的に真理という印のもとに置かれていると。まあ、このようなことを言うわけです。 でさてですね、えーとまあ、こうしたテーマ設定ですね、エコボーと心理の関係というテーマ設定は、ですね、佐渡公園と同年に、まあ、その少し後ですけれども、コレス・フ・ランスで行われたチ,ンチェの意思講義と、まあ、密接な関係を持ちます。 でこの両者の関係について明らかにするということが、今回の私の発表のまあ中心であるとも言えるわけですけれども、じゃあ、この講,演で何が講義で何が言われていたかというと、この講義においてフーコーはですね、ニーチを参照しながら、心理への意思の経符学というまあプロジェクトを開始しました。 で,えー、っとでですね、その手始めとして風光は、アリストテレスの形状学の冒頭ですね、えーっとおまあ、これは風光がまがやった翻訳で言うと、すべての人間はその自然本性によって認識への欲望を持っている、この一節を分析するということをします。でこ,のえー、でこの分析を通じてですね、風光は、 えーとですね、アリストテレスによって、えー、なされた、ですね真理を媒介として欲望を認識のうちに、えー、囲い込むという操作ですね。えー、これがどのようなものであるかを明らかにしたわけです。で、これに対してはですね、えーでで、こうしたアリストテレス的な、まあ、操作ですね、欲望と真,真理の関係、まあ、これは欲望、真理、認識の関係ですけれども、まあ、西洋哲学をその後、まあ、特徴づけるものになるとフーコーは言います。 でこれに対して風光はまはあ、ニーチェの哲学的鋭意、まあ、というのを西洋哲学を特徴づける、まあ、真理と認識の包含関係ですねこれから欲望を解放する試みというふうな形で、まあ、位置づけていましたさてこれに対してですね佐渡公園において風光は佐渡の著作において問題になっているのは何かといえばこれは サドというのはどういう人物かといえば、これは我々の文明において欲望がずっととらわれていた真理に対する従属から欲望を実際に観光した人物であると、まあ、このように述べています。でこうして見ると、フーコーが伝統的な真理と欲望の捉え方を同意に付す、まあ、このような点において、まあ、ニーチェとサドというのは、いわば並走者として捉えているということがわかると思います。 でこのサドとニーチャというカップリングはフーコだけではなくて、まあ、クロソフスキー、えー、らにも見られるもので、20、まあ、世紀半ばのフランス思想におけるですね風光、えー、サド読解の、まあ、一つのト突スだということができるわけですけれども、まあ、この点については、ですね後ほど、えー、と具体的にテクストを見ながら見てみることにしたいと思います。さて、それではですねじゃあ実際にテクストを見てみることにしたいんですけれども、そこでまずですね、えー、と第1回講演について見てみることにしましょう。 第1回講演のテーマは、佐渡のエクリチュール論です。えー、ところで、佐渡のエクリチュールというものに注目したのは、フーコーだけではありません。例えばえ、ブランショは、放棄、書くことの狂気ですね。えー、とこれは、アントリチア・ンフィニーに収録されているものですけれども、えー、とこれにおいてですね、佐渡の作品において、上記をした運動の真実は、書くという運動によって探求されていると、まあ、このように論じていました。 また、ですね、えー、とピエール・クロソフスキーは、まあ、1967年に発表されたテクストである悪逆の哲学者において、えー、サドのエクリチュールというのは、えー、サドのエクリチュールに注目し、えー、これはですね、まあ、盗作的な行為、まあえー、これはソドミーのことだとクロソフスキーは言うわけですけれども、これを必要に反復するという特徴を持っている。そして、このことによって、思考の、えー、と甲骨ですね、エクストラツラーパンスだと思いますけれども、重たらすものだ。まあ、このような議論を立てていたわけです。 空港はこうした、えー、とブランシュや、まあ、と,とりわけクロソースキーです、ね、の議論を引き継ぎつつ、ですね、えーえー、とサド渡、えー、のイクリチュールの問題を欲望と心理というですね、まあ、彼の、まあ、問題という、この中で、えーとえー、と明らかにしようと、まあ、その役割を明らかにしようとするわけです。 さて、えー、とそこでですね、えー、とじゃあ、フーコーがサドンのエクリチュール論をどのように、えー、と論じるかということですけれども、フーコーがサドンのエクリチュールについて論じるにあたって取り上げるのが、ジュリエットがですね、友人のリベルタンである、まあ、ドニー伯爵人ですね、これはホンダンジュ上の、まあ、お母さんですけれども、に、まあ、盗作の手続き、手ほどきをするまあ一節です。まあ、少し長くなりますけれども、まあ、重要な一節ですので、まあ、少し長々、えー、省略しながら読み上げることにします。 2週間の間ずっと色欲に関わらぬようにしなさい。時期が来たら真っ暗な部屋で静かに落ち着いて横になりなさい。そこで、えっと、それまでの間、自分が禁じてきたあらゆることを思い出しなさい。それからあなたの想像力を自由にして様々な作乱をだんだんと思い描きなさい。妄想があなたの感覚を捉えて、自分が行為に及んでいるのだと信じ込み、あなたはメッサリーナのように精を放つことになるでしょう。 そうしたらすぐ、ろうそくに再び火をともし、一覧表の上に、今しがたあなたを燃え上がらせた桜の書類、様々な桜を、その詳細をより一層激しいものにしうるような、もろもの状況を一切書き写すのです。それを終えたら眠いなさい。翌日、自分のノートを読み返して作業を開始し、つまり書き、書くことを開始し、想像力が自らの興奮を高めるべく、あなたに思いつかせ得るすべてのことを付け加えなさい。 それから実行しなさいと、まあ、このように言っているわけです。えーさえー、とフはですは、ね、この、えー、とテクストというのをまあ分析するということによって、サドのエクリチュールというのがどんなものかを明らかにしようとするわけです。えー、さてですね、今読み上げた一節からも分かるとおり、サドのエクリチュールにおいて問題になっているのは、ですね、まあ、他者を説得するためになされるようなまあ理性的な言語ではなくて、まあ、一種のまあ性的な幻想、ファンタスム、まあのようなものだと、まあ、このようにフーは言います。 ちなみに、まあ、サドのネクリチュールというのが、まあ、説得の言語とは違うんだということは、まあ、クローズスキーも指摘していたポイントなわけですけれども、さて、するとですね、この時、次のような疑問が浮かび上がりますえ。どういうことかというと、これはフーコーの言葉を引きますけれども、もし純粋たる性的な原因、まあ、原影を紙の上に書き写しているのだとしたら、どうしてサドは自分が真理を語っているなどと称することができるのか、まあ、こういうことです。 えつまり、ここで問題になるのはですね何かといえば、エクリチュールを通じて欲望と心理というのは、佐渡においていかなる関係を持つのか、まあ、こういうことであって、これこそがフ、えーコの、まあ、佐渡論ですね、えー、と大学演の根幹をなすといになるわけです。えー、そこでまず、フ、えーコは、佐渡にお,おけるエクリチュールがどのような機能を果たすのかについて、えー、と分析します。 フーコーによれば、サドのエクリチューの機能というのは、これはま,あ、まとめて言ってしまえば、えー、と欲望の、まあ、制限消去、まあ、あるいはフ光コーが言っている言葉で言うならば、まあ、無制限化と私は訳したんですが、まあ、イリミりみ達ンとかりみてするということですね、なわけです。でこうした分析は風光が、まあ、フ光コーがサドを参照しつつ、話題を分析したあ心配の助言において、まあ、限界と審判の経験として、えー、語られていたことを思い をえー、思い起こさせますけれども、これについてはちょっと時間がないので、まあえーとまあ、少し置いておいて、まあ、話を進めることにします。それでは、えー、とこのエクリジオによる欲望の無,無,制無制限化というのはどんなものかということですけれども、まずは最初はですね、えー、想像力と現実、えー、の境界、えー、の消去というものですで。これはどういうことかということですけれども、えー、つまり先ほどの一説において、まあ、現実というものですね、はリアリティというのは、 えとそれから実行しなさいという、まあ、ほとんど内実を持たないですねセリフに還元されてしまっているということです。フーコーによれば、これによって、サ、え、ド、ー、はですね現実というものを排除し、まあえー、創造的なものの限界を無制限化しているんだ、えー、と、このように言います。で、えー、とこの点に関して、フ、えーコーはまあフロイトを引きながら、ですねサド、まあ、においては、まあ、現実原理に対して、まあ、快感原,快原理です、ね、快感原則、これがまあ勝ち起こっていると、こういうような言い方もしています。 さてですね、次に問題になるのが何かというと、えー、っと、エクリチュール、えー、通じてですね、先ほどの一節で言うところの、まあえーっと、性を放つ、つまりですね、強楽ですけれども、これを反復しすることによって、強楽に課せられた時間的な限界が消去されるということです。 でこれについて、です、ね、フーコーは反復された強弱の原理としてのエクリチュールということを言っているわけですけれども、えー、この点については、ですね、まあ、クロソフスキーがエクリチュールによる盗作行為の反復というのは、限界がある身体的なオルガスではなくて、まあ、思考のえと甲骨ですね、これをもたらすんだ、まあ、このように言っていたことがまあ思い出されます。 さて、その次に問題になるのが、まあ、エクリチュールの反復ですね、つまり、えーっと書,きなまあ、書いて翌日に読み直し、さらに書き直す、こういう作業を通じて、まあ、想像力を激化するということです。でこれによって、その結果としてです、ね、幻想、まあ、性的、まあ、想像力といってもいいわけですけれども、それ自体の、まあ、内的な限界ですね、できないことがない、まあ、こういうような形で、それが消去されるということです。 でこのようにですね、エクリチュールはま性的な欲望ですね、えー、これに課せられたまあ外的な限界,限界、つまり現実ですけども、あるいは内的な限界、これを両方とも消去することによって、どうなるかというと、えー、許されること、まあ、犯罪ではないこと、非犯罪と許されないこと、つまり犯罪の間の限界を消去してしまう。えー、まあこのように言っていますで。この結果としてどうなるか、つまり許されざる犯罪はもはやないというわけであって、これによってリベルタンというのは、えー、ですね、えー 犯罪者という、リベルタンという個人はですね、犯罪者というまあ一般的な、まあ、法的なと言ってもいいかもしれませんけれども、カテゴリーによっては捉えられない単独者ですね。不公コの言い方をするならば、不規則な実存と呼ばれるものになると。まあ、こういうわけです。でちなみにですね、えーとこ,れえー、とこの不規則な実存とか、まあ、あるいは単独者、まあ、こういったえっと言い方は、まあ、バター油やブランションも踏まえているというふうに言えると思います。 さて、えー、そして、えー、これから本題ですけれども、それではですね、えーと、こうしたエクリチュールの機能ですね、限界を廃棄するという機能が、えー、とどのようにして、えー、欲望と心理、えー、この両者を結びつけるのでしょうか。えー、っとこれについて見ていきましょう。えー、先ほどお話したように、佐渡のエクリチュールというのは、欲望と現実の、えー、と境界、これを消去するという機能を持っていました。するとどうなるかというと、 欲望を義とする、えー、と現実原理ですね、まあ、フロイトの言い方をするわけですけれども、まあ、現実に照らして欲望が義とするような、まあ、そういうもの、えー、これがえと不在になる。あるいはさらにフロイト的な言い方をするならば、まあ、現実吟味と言われるものが機能しない。まあ、このように言ってもいいかもしれません。その結果、どうなるかというと、あらゆる幻想が真実となり、 想像力がっ、えー、と自らをベリフィエする。でこれはまあ検証するという意味ですけれども、まあ、語源をたどるならば、シンプルな、まあ、こういうふうに解釈することもできるわけですけれども、とするものになるのか。まあ、このようなことになります。 えつまりこう、えー、どうなるかというと、この,こ,のことによって、ですね欲望と現実との間の、まあ、言うなればまあ対応説、あえて言うならば、多様説的な心理のあり方ですね、これが無効化されて、まあ、再び、まあえて言うならば、まあ、スピデンザ的な言い方を引用するならば、えー、欲望というのは、えー、自らを示す、あるいは自らの心理を示す、まあ、インデックス数ですね、実、ま、行、あ、指標なものになる、まあ、このような意味で、まあ、真になるものになる、まあ、こういうようなことが言える、えー、ことになるのではないかと思います。 でところでですね、えー、とこのことは、えー、と佐渡公園と同年に行われた知恵の意思講義において、ブーコーが、えー、とニーチェが真理と過剰ですね、これの区別を消去することによって、まあ、過剰が現実であると、まあ、このように述べたことを取り上げていたことを思いをさせます。 まあ、あるいはですね、先ほど一田さんの発表で言われた、まあ、存在したいままに何者かになる、まあ、こういった、えー、とことにもつながるかと思いますけれども、風ーの佐渡における心理概念には、ですね、このようにまあ認知的な概念が,がある、まあ、このようにいうこともできるかもしれません。さて、えー、欲望と心理の結びつきに関して、次に問題になるのが、これは欲望の永遠回帰という、私は一応名前をつけたんですけれども、という論点です。 先ほど見たようにですね、エクリチュールは、強楽を反復し、欲望に課せられた時間的な限界を消去するものでした。これによってどうなるかというと、欲望は反,、えー、と反復の永遠な世界のうちに欲よ導き入れられることになるわけです。でこの結果、ですね、欲望というのは、まあ、一時的な、一時的に消えてしまうものではなくて、まあ、常に真なるものになる。まあ、このように風光は言うわけです。 でところで、ですね永遠に回帰する欲望と移行した論点は、まあ、ニーチェのま永遠回帰という概念も、えー、とここでも想起させます。実際ですね、フのえっ、ー、の佐渡公園講義公演を,を通じて、風ーの重要なあ参照先の一つであったクローゾスキーは、佐渡はニーチェが到達することになる道を開くのである。サムサラの需要、えー、と同一者の、えー、と永遠回帰の需要という道を、まあ、このように述べているわけです。あるいはですね、まあ 宴会期についてはです、ね、ハイデガーが、まあ、日誌合議の中でハイデガーがですね宴会期というのは、まあ、正、え、々、ー、に存在という特に要するんだといったようなことも思い出すことができるかもしれませんけれども、えー、とここでもやはり、すね、まあ、佐藤ニーチ、まあこのつながりを見て取ることができるかもしれないというふうに思います。さて、ですね欲望と心理との関係について、最後のに問題になるのが、欲望の思考性、えー、という件です。 先ほど見たようにですね、エクリチュールは欲望を激化し、そして許されることと許されないことの限界を消去するという機能を持ちました。その結果、どうなるかというと、えー、とその結果、欲望は自らに固有な法のみを有する、それのみに従う絶対的な主権者になるのか。まあ、このように言います。フックを引用するならば、これによって欲望は常に自らに固有な真理と同じ次元にある。まあ、このようなことになるんだというふうに言っているわけです。 でこうした論点は、可能性の限界を超えて欲望する佐渡の思考者について分析していた、まあ、馬体の議論を、まあ、思い浮かさせますし、あるいはフーコーが、えーっとまあ、こうした馬体の議論を引き受けながらです、ね、1969年のバーンセンヌ校で行われた、まあ、セクシャリティの言説という講義において、 思考の主体の欲望こそがその特性、その無制限性において佐渡の審判的なユートピアの法を成しているんだ。まあ、このように言っていたことを思い出起こさせます。まあ、さらにここでもですね、あえてまあニーチェと結びつけるならば、この思考の主体というのをまあニーチェの超人というのと関連づけることもできるかもしれません。 フーコはこのようにして、えーですねえー、佐渡において欲望というのは、まあ、エクリチュールを通じて、特、ま、異、あ、な形で真理ですね。まあ、彼が言うところの、まあ、彼独自の意味で捉えられた真理、これに結びつけられると、まあ。このように述べるわけです。でこれが、えー、と佐渡のエクリチュール論ですね。えー、というのの概要です。えさてですね、えー、と次に第2回講演について見ていくことにしましょう。 この講演の冒頭で、フーコーは佐渡,に佐渡の小説における原説ですね、ディスクールと場面、線のこれ両者の交代に着目しています。 で、えー、とこの、えー、と佐渡における言説と場面の交代ですねという、まあ、テーマですね、えー、とこれはです、ね、まあ風光が、まあ、それ以前にも、えー、と頻繁に盛んに取り上げていたもので、例えばっと、えー、葉とものにおいてはこれに、このことに関してですね欲望の掟きてなきお、えー、きてと、言説的表彰とのつかまの間の、えー、と均衡が示されていると、まあ、このようなことで論じていたわけですけれども。 これに対して佐渡公園においてはですね、この、えー、言説場面の交代に関して、えーと、どのようなことが問題になるかというと、これは言説、まあ、言うなれば、これは真理の言説ということですけれども、と場面ですね、これは言うなれば欲望の実践という問題だと思いますけれども、この両者がいかにして結びつくのかということです。さてですね、えー、とここで、えー、ともう一つ重要なことは何かというと、えっ、ー、と、 真理の原則と欲望の実践の関係をめぐる風ー,ーのマサドにおけるです、ね、分析というのが、えー、知ェ、えー知の意思講議ですね、先ほども取り上げた知ェの意思講議で分析されたアルカイク期のギリシャにおける、まあ、真理論、えー、とあに関する分析ですね。これは、まあ、アリストテレスの論理学によって確立されるような、明大的論、真理とは、まあ、違う体制を持つと言われるわけですけれども、こうした真理論と密接なつながりを持っているということです。 でこれについてこれからお話していくことにしましょう。えさてですね、えーとえーえー、まずですね問題になるのは、ね、じゃあ何かというと、えー、佐渡の言説の内容、つまり佐渡の言説には一て何を論じているのかということですけれども、えー、風ーによれば、まあ、佐渡の言説の内容というのは、まあ、4つの非存在証明であると、えー、コンスタディ・イン・エキシスタンスだったと思いますけれどもと、であると言います。 えとつまり、えーと、これはどういうかというと、この4つというのは、1つは神は存在しない、2番目は魂は存在しない、そして3番目は法は存在しない、そして4番目は、えー、と自然は存在しない。まあ、こういうような、えー、4つの非存在証明です。 でちなみにですね、えーと、純粋理性批判において関東、カントが神、魂、世界というのを超越論的理念というふうに呼んでいたということを、まあ、思い起こせばです、ね、まあ、これは法というのはちょっと入っ、えー、てこないわけですけれども、えー、こうした4つの非存在証明というのがです、ね、反形的学的な性格を持つということは、まあ、明らかであると思いますで、このことについては、復公時身アートで触れることになります。 でさらにフーコーはです、ね、え4つの存在証明というの、い非存在証明というのをこれ一挙に保持するんですね。リベルタンというのは不、のことを不規則な実存、まあ、このように呼んでいます。でこれはまあえ、先ほど言ったように、ま,あ、まだいう、まあ、由,由来だというふうに思われるわけですけれども、まあ、そのように呼んでいます。さて、えー、次にでフーコーが問題にするのは、ですね、えー、とこの佐渡の原刹ですね、このような内容を持つ佐渡の原刹がどのような機能を果たしているのかということです。 でこれにはですね、フーコーは4つあるんだというふうに言うわけですけれども、まあ、そのうちのまず最初ですね、第一の機能は何かというと、これは彼が脱虚勢の機能と呼ぶものです。これについて説明するためにフーコーは、 佐渡、えー、におけるリベルタン,リベルタン的言説ですね、というのと、形状学的言説というものを対比することで説明しています。風光によると、形状学的言説というのは、じゃあ、どんな特徴を持つかというと、これは、まあ、存在論の次元においては、神、魂、法、えー、と自然、まあ、これらを肯定する、そして、まあ、彼が命令というものの次元においては、欲望を否定する、まあ、こういうような性質を持っています。 でえー、とリベルタン的言い説ですね、サドの言い説というのはま、まさにこれの真逆であって、どういうことかというと、神、えー、と魂、法、自然というのを、まあ、否定し、これが4つの非、えー、存在証明ですけれども、えーと、その反面において欲望を肯定すると、まあ、こういうような、えーまあ、あるいは欲望を肯定せよということでしょうか、えー、と命令、まあ、このような性格を持っているわけです。 で、これはですね、えー、これが、まあ、脱骨集性の機能ですけれども、これは、まあ、ブランショーがです、ねまあ、彼の施策において、完全な、佐渡における完全なエゴイズムですね、エゴイスマンテグラルだったと思いますけれども、と言っていたものにマスコットするようなモメントで、あるいはですね、まあ、倫理学で、ういうふうに言うならば、まあ、倫理学的利己主義の原刷であると、まあ、このように言うことができるかもしれません。さてですね、えーと、佐渡の原刷の2番目の機能が何かというと、これが最下の機能と風光が呼ぶものです。 じゃあこれはどういうことかということですけれども、えー、4つの非存在証明ですね、これは神、魂、法、自然に関わっていたわけですけれども、これはですね、これを保持できるかできないかということが、リベルタンですね、すなわちこの4つの非存在証明を保持するものと、えー、とそれを保持できない、まあ、犠牲者ですね、つまりリベルタンの犠牲になるものを選別する、まあ、このような機能を果たすといいわけです。 さてですね、ここで重要なのは、こうした選別を経てですね、まあえー、リベルタンとして認められた者同士は、まあ、お互いがお互いを認め合い、殺し合わないというですね、毎、まあ、種のまあ祝、まあ、女協定ですね、というようなものを結ぶ。ね、これを示しているのが、まあ、有名な犯罪との会の改則なわけですけれども、であるというふうに言うわけです。 しかし、ですねここで興味深いのは、リベルタン同士のこうした相互承認というのが永続的な永遠に続くものではなくて、まあ、彼ら、彼女らは、ですね互いが常に4つの非存在証明を保持しているのか、保持しるのか、こういうことを確かめるためにお互いに罠を仕掛け合うんだと言っていることです。でこれをですね風ーは、まあ、言,う言うなれば、ですねこれを、まあ、試練の機能というふうに風ーは呼んでいるわけです。 でこれは具体例を挙げるならば、まあ魂の不在、まあこうした試練にかけられた結果、まあクレ,クレル・ウィルとジュリエットがこれ試、えー、と試練にかけるわけですけども、この結果、魂の不死というのを信じてこのことが明らかになったためにね殺されてしまうダイ、まあ、リベルタの3本、まあ、この事例が示しているわけです。えー、とこのようにですね、えっ、ー、とサドの、えー、とサドにおけるまあ,あ 言説ですねこれは真理の言説なわけですけれども、これはまあ真、えー、と試練の機能っていう、まあ、こういうことになるわけです。さて、この件に関して、まあ、直ちにまあ想起されるのが、フーコーが佐渡公園と同年のチェ、ねえー、の、えー、意思講義においてです、ね、フ、えーコーがアルカイキのギリシャにおいて、真、えー、理は恐るべき力を持つものであって、えー、先生というのは、真、えー、理の試練としての役割を持っていたと、まあ、このようなことを指摘しているという点です。 まあの言葉を引用します真理の戦争の中で暴露されるのは、真理に捉えられることを受ける者の,の武装を解いた裸のすことであるか、あるいは逆に真理から逃れようとする者の,の尻込みであると、まあ、このように言っているわけですけれども、佐渡における4つの非存在証明という、まあ、真理の原刷というのは、まあ、この、えーっとまあえー、アルカイキのギリシャにおける、まあ、真理のあり方に対応するような形で、真理の試練、まあ、このような役割を担っているというふうなことが指摘できると思います。 さて、えー、次にです、ね、でフーコーが破壊の機能と呼ぶサドの原説の、まあ、3番目の機能についてお話したいと思うわけですけれども、これについて説明するためには、ですね、えー、その前提として、サドの無心論ということをめぐって、えークロ、クロソフスキーが提起した、まあ、有名なですね、議論をに触れておくこと必要があります。 えーと我が隣人サドにおいて、ですね、えー、とクロソフスキーは、サドが、まあ、彼が彼、まあえー、サド自身がですね、まあ、引用したりですねしている有物論的な無心論者とは異なってです、ねえー、いる。なぜならば、リベルタンというのは審判の対象としての神を必要としているんだ、まあこのように論じました。まあ引用すると、えー、神と隣人の概念とはあ彼、リベルタンにとって不可欠だ こいにわけですで臨時の概念の重要性についても、これは、まあ、フーコンの、えー、と第2の機能で重要なになってきていたわけですけども、これについてはちょっと話が複雑になるので、えー、と今は、えー、と飛ばします。さて、えー、これに対してですね、えーとおまあ、いろいろ批判が湧き、えー、上がるわけですけれども、とりわけ重要、まあ、なのはです、ね、ブランショがクローソフスキーのこうした佐渡解釈を批判し、ですね佐渡における否定の超越,のて超越的機能ですねこれを強調したということです。 えっとまあ引用しますと、えー、ブランシュはですね、ロトラーモトサドのサドの中で、サドの超人、超人と言ってるわけですね。超人は、神の名において自然を否定した後、神を迎えに行き、今度は自然の名において神を否定し、最後には否定の精神と同化しつつ自然を否定するのだと言ってるわけです。つまり、まあ、否定精神そのものである、えー、とサドにとっては、まあ、えー、まあ、えっ、ー、と、 クロソフスキが言うような、まあ、有心論者ではありえない、まあ、こういうことになるかと思いますけれども、えさてですね、えーと、狂気の歴史にお,において、風光は、えーはこうしたですね、まあ、ブランショっの佐渡解釈ですね、これに全面的に影響しながら議論を進めていたわけですけれども、まあ、実際に、えー、とブランショのこの著作はこの参考文献に上がっているわけですけれども、佐渡公園においては、真理と欲望というの関係という新たな問題点に立って、えーと、議論をより複雑化させることになります。 ではですね、フーコーが着目した佐渡の建設における破壊の機能というのはどういうものかについて見ていくことにしましょう。えここにおいてはですね、フーコーはですね、えーとおおまあまあ、これはマークルソス,スキーと通じるものがありますけれども、えー、とおーフーコーは佐渡が、まあ、彼がしばしば依拠すねドルバックのような18世紀の合理的な唯一論者とは異なる、えー、異なるのだという点を、えー、とお指摘します。 どういうことかというと、18世紀の合理的な優物論者というのは、神は存在しない。ゆえに神に善悪といった属性を起す、えー、ることは誤り。存在しないものについて何,何だかんだと言ってもしょうがないんだというふうに言います。でこうしたですね合理的な優物論の原則によれば、神というのは一種の、えー、と幻想い、錯覚、イリュージョンだということになるわけです。えー、これに対して、佐渡はどういうふうに言うかというと、これとは違うことサド佐渡は神は邪悪である。まずいい。そして、故に、 神が邪悪であればあるほど神は存在しないと。まあ、こういうような議論を、形で議論を進めるわけです。フーコは邪悪であればあることですね、あるいは自らの本性に従えば従うほど存在しなくなる。佐、え、渡、ー、のこうした得意な神のことを機械、まあ、な空想と訳してましたけど、シメラですね、キメラですというふうに呼んでいます。 でこのシメール、キメラというようなま呼び方は、神だけではなくて、まあ、4つの非存在証明の対象になる魂や自然、あるいは法についても言えることなわけですけれども、まあ、ここでは神だけ取り上げておきます。さて、風ーは、佐渡の論証の得意性ですね、というのをより明確にするために、佐渡の論証というのを、まずはですねラッセルの形式主義的な論理とまあ比較して、まあ、その特徴を明らかにします。 ご存知のように、ラッセルの哲学の中心的な理論の一つというのは、あですねえー、と記述理論というものですけれども、えーと、これはそもそもです、ね、指示対象のない表現を含む文をどのように扱うのか、まあ、こういう問題に答えるために誕生したものでした。でこのということについて説明するために、フーコーは、まあ、彼がです、ね、地の考古学でも取り上げた、えーですねえーと、黄金の山がカリフォルニアに。 モータイドエオンカリフォルニーという、まあ、彼のお気に入りの、まあ、例を取り上げますで。ちなみにですね、この例はマラッセル本人というよりも、イギリスの論理実証主義者であるエイヤーの、まあ、言語、真理、論理という本、これの不通訳の中です、ね、に由来するものだということが、まあ、現在では指摘されています。まあ、それは置いておいてですね。 でこれを、えー、とこの黄金山がカリフォルニアにあるというのを、まあ、記述理論に従って、まあえーえー、論理式の形で書き表すならば、まあ、こういうことになるんじゃないかと、下で私、ちょっと手書きで書いたんですけども、ちょっと間違ってるかもしれませんけれども、になるんじゃないかと思いますけれども、えーと、これについてですね、福、ま、岡、あ、は言葉の形では、ですね黄金の山がカリフォルニアにあるというタイプの、えー、と命題、ごめんなさい、この論理式というのは、これはどうなるかというと、うですねこれ第一、第一の連言,詞です、ね、連言詞ですね、これを満たすものがないために儀になる。 というわけけですけれどもこれについてはですね、風ーは、黄金の山がカリフォルニアにあるというタイプの命題が真であったり、義であったりしうるのは、その命題を分解してです、ね、上にあるように分解して、黄金の山が存在するということができ、それから黄金の山はカリフォルニアにあるという,ということができるという条件においてだけだと、まあ、このように論じているわけです。 さて、それではこれに対して、佐渡のれん、えー、と論書はどのような形を取るかといえば、これは先ほど見た通りですね、彼はまず神は邪悪である、えー、つまり属性判断をした上で、その上でですね、そのようにえっと属性を彼が消した主体である神は存在しない、つまり属性の主体に関する非存在判断というのを下すわけです。 さてですね、このような論証がもし可能であるならば、そもそもラッセルの記述理論などというものは、まあ、そもそも必要なかったということになってしまいますから、サドの論理というのは、まあ、形式論理学的な、つまりラッセル的な観念からすれば、まあ、ありえない、まあ、論理的な誤謬だということになるわけです。さて、フコはさらにですね、サドの論理をですね、えー、とデカルトがまあ第五すねにおいて行った神の、神の存在論的な証明ですね、アプリよりな証明というものと対象されます。 ここにおいてデカルトはですね、えーとまあ、神の自操証明ですね、これはどういう形か,かというと、フーに従って言うと、えー、とこのように言います。神は完全であるという属性判断をまず下し、そこから完全さは存在を願意するということから、神は存在するという存在判断を行っている。まあ、このようにフーは言うわけです。 でちなみにですね、フーコーはデカルトによるこうした神の存在証明について、観念と観念の存在に従って可能なるものに必然的な仕方で列却しているデカルトの直感主義的な論理、まあ、このような呼び方をしています。 で役中で私はですね、この直感、デカルトの直感主義ということに関して、これはジュール・ビューマンを介する形でデカルトをブラウア、あるいは、えー、そしてまハイディングの直感主義論理学に結びつけてまあ、こういうな議論ではないかというふうにかえ、えー、って書いたんですけれども、今回ちょっと少しまあ調べてみて、むしろですね、この箇所はマルシャル・ゲルがですね、神の存在論的な証明ですね、これは名称性の規則、まあ、デカルトのえっと言葉をそのまま聞くならば、私の精神の本性とはそれら、つまり私が名跡判明にえ認識するものを 明績判明に理解する間はそれらを真と見なさざるを得ない。まあ、このことを前提として、あるいはまあこの名称性の規則というのをまあ保障するまあ神の タポストリールな証明ですね。これを前提として展開されているんだという議論ですね。これはグイエに批判されることになる有名な議論ですけれども、この辺りを参考にしているのではないかというふうにちょっと思いました。で、この面積判明名称、名称性の規則というのが直感主義的であるということなのかなと思ったんですけども、これはまた後で詳しい方がおられたら教えていただきたいと思うんですけれども、ちなみにですね、ベラバル、イボン・ベラバルは、ライプニッツのデカルト批判において、ライプニッツの形式主義に対してデカルトの直感主義 主義についいてて語っている、まあ、このことも、まあ、えっ、ー、と、不幸のネットにあったかもしれません。まあ、これは余談になるわけですけども、本題に戻ると、さて、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、 デカルトによるです、ね、神の、えー、存在論的な証明ですね。これに対して、えーとサドサドが、サドの証明というのが全く逆になっているということは、まあ、明らかです。つまりどういうことかというと、サドは神は邪悪であるという属性判断ですね。神は完全であるのではなくて邪悪である。ここから神は存在しないという、まあ、非存在判断ですね。を下す、まあえー、ということになっているわけです。えー、とこのような形で、えーと、サドの論理というのは、まあ、デカルトの直観主義的な論理とも異なるんだ。 まあこのように復興は言うわけです。えさて、それではですね、ラッセルの形式的,形式的な形式的な論理とも、デカルトの直感主義的な論理とも異なる、まあ、サドの論理ですね、サドの証明、これの核心とは何なんでしょうかえ。それはですね、サドのこの非存在証明というのが、リベルタによる欲望の実践ですね、プラティックと、これと不可分であるということだと思います。 つまりどういうことかというと、サドはですね、まあ、正確に言うならば、神が邪悪であればあるほど神は存在しなくなると言っているわけです、言っていたわけですけれども、このような形で神の邪悪さを存在させる、増大させるものは何かというと、リベルタンたちがですね、自らの邪悪な欲望をですね、残酷な形で実践し、実現することだというわけです。 つまりどういうことかといえば、神は存在しないというしえ命題の真理はですね、リベルタンの欲望の実践ですね、これを通じて言うなれば、行為す遂行的に証明されるんだ。まあ、このように言うことができるわけです。フーコーはですね、神の不在は言説の中、欲望の中でそれぞれの瞬間ごとに実現されるのです。このように言っています。 ちなみに、このような真理の推行説というのは、まあ、ストローソンが唱えたことで有名ですけれども、フーコーは1960年代末に、このストローソンのまあ論文ですね、真理を読み、まあ、ノートを取っていることが、まあ、現在では明らかになってい,るいます。 とはいえですね、もちろん、まあ、サド、えーとフーコー、フーコーが言うところのサドの、まあ、言うなれば、遂行行為、遂得的な真理というのは、まあ、ストロースのとは全然違うわけであって、これは、えーえー、と別の言い方をするならばですね、1981年の、まあ、ルーバン講義のタイトルが示すように、まあ、悪をなし真を言う、マルフェール・ディールブレ、悪をなすことによって真理を言うことができるんだと、まあ、このような、まあ、ことになっているわけです。 佐渡における欲望と真理とのこうした結びつきというのはですね、えー、古典期ギリシャにおいて成立した、まあ、真理、えー、陳述ですね、つまり真理、マ、まあまあ、レーテイヤーについて述べるということと、まあ、司法陳述ですね、まあ、ジュリディクション、つまり正義、理系について述べる、まあ、この2つを結びつ,くついているということですね。この結びつきですね、これをフコはチェーンの思考においてクリネインの王朝ですね、クリネインというのはこれは砂漠とか判断するということですけども、というわけですけども、えー、とこの、えっ、ー、と、これを、まあ 変動したものである、えー、っということができるのではないかと思います。さてですね、えー、っとサドにサドの原作における破壊の機能ですね。つまり欲望の実践と心理の原作の想像的な強化激化からま導き出される第4番目四番目の機能というのがまあ競合の機能と呼ばれるものです。 サドのリベルタンというのは、ですね4つの非存在証明というのをそれぞれ独自の仕方で体系化している、システム化しているということが言われます。まあ、例えば、まあ、ラディボアといわれる女性ですね、女性リベルタン体系や、まあ、有名な、ですねサド、まあの中でも一番有名だと言えるような、まあ、教,教皇ですね、ローマ法王の体系ですね、えー、というのがまあ例として挙げられますけれども、えー、とこの結果ですね、まあ、こうした独自の体系を持つそれぞれのリベルタンというのは、 まあえー、と互いに孤立した、ですね、まあ、それこそブランシ症が絶対的孤独ということを言ってますけれども、えー、孤立した単独者である、まあ、こういうようなことが言えます。しかし、ですねサドのリベルタンというのは、ただ単純にまあ独立しているというだけではなくて、えー、それぞれのリベルタンは自らの体系ですね、システム、すなわちそれぞれの心理の原則なわけですけれども、これを武器としてどちらが優れているかというのをまあ決めるために命を懸けて闘争するんだ、まあ、このように言えば でこのときですね、えー、っとお,お、まあ、面白いことは、この真理と原則と欲望の実践のマスコ条項がお互いに、まあ、激化し合うことによって、先ほど見た2番目の機能ですね、最下の機能が、まあ、激化され、さらには反転される、つまり、えー、っと犯罪ともの会のような、まあ、真摯宿小協定が、まあ、破られるんだ、まあ、これが非常に、えー、興味深い点です。 さてですね、こうして佐渡において、四つの非存在証明というのという真理の原則は、まあ、言うなれば戦い、闘争の武器として現れるわけですけれども、真理がまあ権力関係における闘争の武器としてまあ現れるという点については、ですね知恵の意思考議において、東、え、郷、ー、はまあデメジルを引用しながらですね、えー、とまあ指摘をしていたわけです。まあ、ちょっとこれは読みませんけれども。でこの点はですね、この論点,論点は、 えと1976年の社会は防衛しなければならないにおいて、まあ、さらに強調されることになります。真理がものを言うのは、それが力関係における武器に実際になり得るからであり、最終的にはその限りにおいて真理は求められることになる。真理は力を与えるものだ、まあ。このように言っているわけです。作動講,講,、えー、講演というのは、まあ、こうしたですね、まあ、闘争の武器としての真理、まあ、あるいは戦いの武器としての真理という問題意識を先取りするものと、まあ。このように言うことができるかと思います。 さて、えー、と佐ドの、えー、と最後に、佐ドの、えー、と原刷の5番目の機能で、この機能は、まあ、自己消去の機能と呼ばれるわけですけれども、えーと、これはどういうことかというと、リベルタンはですね先ほど言ったように、自らの体系、つまり真の原刷を保持して逃走する過程で、えー、自らの死のリスクを積極的に受け入れるのだというふうに、無福を言いますで。それのみならず、ですねリベルタンというのは、自らの死をですね思考のものとして、協、ま、楽、あ、する存在であるというふうに言われるわけです。 これによって、ですねこれによってフーコーは、まあ、先ほど見た脱虚勢ですね、脱虚勢の機能、つまりエゴイズム、えー、とサドンのエゴイズムというのが反転されでこの結果として、ですねル、えーと,ねえーと,えー、というふうに言うわけですけれども、この、えー、と自己紹介の機能を通じて、神、魂、法、自然の非存在証明に続く、第五の非存在証明。 つまり、個人自体は存在しないという、えー、この命題ですね。これが、ここにおいても、やはりですね、行為遂行的に、つまり自分自身が実際に消えてみせることによって、まあ、証明されることになる。まあ、このように言っているわけです。で、この議論はですね、えー、と佐渡においては、まあ、破壊的爆発にまで変わった違うほどにお勧められた自己否定があるんだというふうな、まあ、ブランドの議論を受けてですね、狂気の歴史において、まあ、自己自身の思考のですね、スブレンな、えー、と廃止、アボリション。 こういうふうに言ってるわけですけれども、という論点ですね。まあ、これに通じるものがあります。で、こうした自己証券においてえー、佐渡の作動的なまあ、主体ですね。のまあ、指向性が確立されるとともに、まさにこの行為によってまあ、彼らがとコンターのですね。真理がままさに真理になるまあ、こういうようなことになるわけです。 さて、えー、とさらにですね、えーと、今見たような、心、えー、理の、えー、と原則を保持するために、自らの死をも、まあ、進んで引き受ける、まあ、このリスクを冒すという、えー、とですね、えー、この議論はですね、風向が晩年に集中的に論じていることになる、パレーシアという心理の語りの特徴も思い出せる,、うん、るものではないかというふうに思います。風光によればですね、えー、とパレーシアというのは、 えっとどんなものかというと、パレ,、まあ、レーシアの原表を定義するもの、またパレーシアという形で真実を言いやらすことを、他の形や他の真理の定式に応じて完全に得意なものにしているものがあり、それはパレーシアにおいて、使、ま、用、あ、も含めたです、ね、危険が開かれるということだで。さらにはそれを受け入れることだというふうに言われているわけです。まい、あ、うふうになればです、ね、これはちょっとまあ言い過ぎかもしれませんけども、佐渡のパレーシアという問題を考えてみることもできるのではないか。まあ、このようにな指摘をまあしておきます。 さてですね、えーと、講演を締めくくりにあたり、風光は次のように語ります。佐渡とは欲望は真理のうちにおいて無制限的なものになり、真理は欲望のうちにおいてのみ佐渡する、まあ。このように語った人物なんです。でこの英中の前半が第1回講演、エクリチュール論ですね。そして後半が、まあ、第2回講演に対応しているということは、まあ、今や見て取れるのではないかと思います。 さて、それではこうした佐渡公園が後の風光によってどのような形で引き継がれるのか、そして我々がそれをどのように展開することができるのかについて最後にお話しすることにしましょう。えー、と冒頭でもお話した通りですね、1970年代以降、風光は佐渡に対する評価をま一転させることになります。知恵の意思において、佐渡はキリスト教的な死墨の告白の伝統の系,系譜のうちに位置づけられることになるわけです。まあ、引用すると 全てを語ることだと、精神指導に関わるものは繰り返す。佐渡は精神指導の手引きから引き移したような言葉を使いで再びその要請を主張する。このように言っているわけです。ちなみにですね、えー、とブランショがまあ佐渡における全てを言うこと、まあ、これを非常に高く評価していたということをまあ思い出すならば、フーコの立場というのがまあ,ある意味で一転している。まあ、このことがよくわかると思います。さて、チェの氏によって始まられた聖の、えー、と歴史プロジェクトは、まあ、初期キリスト教における肉の、えーと 経験ですねこれを論じた肉の告白へと引き付けられることになるわけですけれども、我々は佐渡において、例えばブランショが論じあはじめほの論者たちが論じた、パテイヤや金欲ですね、あるいは所蔵性といった、こういったテーマをキリスト教的な肉の経験ですね、このうちにおいて位置づけて分析する、このことも可能ではないかと思います。つまり、これは可能な佐渡分析のあり方の一つであろうと思います。 とはいえですね、1970年代半ば以降のにフーによって行われた佐渡に対する言及はこれにとどまるものではありません。えー、実際にですね、ーコは真理の勇気、えー、ですね、一番最後のコレジト・えー、フランスの講義ですけれども、ここにおいてですね、えー、と、 キュ,ニクキュニコス主義の伝統について論じたですねドイツの哲学者の著作に触れる中で西洋におけるキュニコス主義です、ねのえー、についての考察の中の、まあ、考察における一景気として、まあ、ディドロのラモンのおいと並びサド、まあ、について言及しているということを行っているわけです。で実際にですねディオゲネスとサドの間には、まあ、スキャンダル。 という問題ですねスキャンダルの問題というのは、これはブランシュがよく論じたわけですけれども、いや、まあ、先ほど来見てきた主権的な性ですね、主権性の問題、あるいは、まあ、先ほど言及したパレーシアといった問題ですね、といった点で、まあえー、言うなればまあ共通点を見出すことも可能ではないかと思うわけです。 フーコーが晩年に展開した心理論のプロジェクトが古代ギリシャと初期キリスト教における心理概念の展開え転換、これを、えー、と重視していたことは今日、まあ、広く知られていますけれども、ある意味で佐渡はこの両者を加強するとまでは言わないにしても、両者に共に関わりを持つ存在だ、まあ、このようなことが言えるのではないかと思います。この意味において、フ、えーコーが佐渡公園において展開した欲望と心理をめぐる考察は、フーコーの晩年の心理論の展開について考える上でも、まあ、少なからの意味を持つのではないか。 まあこのように考えるわけです。えー、と以上で発表は終わります。ありがとうございました。はい、えー、っと、桜さん、ありがとうございました。えー、っと、時間もかなり迫ってきていますので、早速、森本さんの方からコメントをお願いできればと思います。はい、よろしくお願いします。はい、あよろしくお願いします。えー、っと、もう <laughs>、時間9時半なので、僕 <laughs>、最近、えー、っと、 夜仕事をしなくなってしまったのでもうすでに眠いんですが申し訳ありませんが、えー、となるべく簡単に手短に、えーとまあ、もうまとめ的に少しお話ししたいと思いますが、えー、と今回の、まあ「父母文学講義あの大いなる違法のもの」桜井さんの、えー、翻訳はですね本当にあの読みやすい分、えー、かりやすい達意の,辰井の名翻訳で。 あのーまあ、まだお,お若いのにっていうとなんか僕偉そうな言い方になるかもしれませんが大変あの僕はあの感銘を受けて拝、えー、読しましたであのこういうあのいい翻訳がですね出て、あのー、とても良かったなというふうにえっと思っていますでこれはあのまあきょうすでにご紹介ありましたように三、えー、つまあ大きく言えば3つのえっと テキストが入っていて、い狂気の言語と文学と言語そして、えー、今あの桜井さんがご紹介になった佐渡に関する講演ですねでえっ、ー、とまあ風ーの文学論って、えーまあ、もう60年代に、あのー、大きくとてもあのものすごい熱量で展開してで えーと70年以降はもう、なんていうか、消えていくっていう感じなわけですけれども、ちょうどそのえーと60年代の展開がですね、なんとなくこう見えるようになっている、つまり最初のまあ狂気の言語はですね、これはやっぱり狂気の歴史をまあ引き継ぎながら、例えば44ページから45ページあたりだと、これ、いわゆるまあ,あ、えーと、 まあ、習慣されてしまったですね共、えー、人たちがどんな理由で狂気収監されたかっていうその、えー、理由がですね、えー、といろいろ書いてあって、まあ、フーコは、まあ「なんて理性の言葉は貧弱なんだ」って言ってあの怒ってるわけですがその言葉の背後から狂気のかすかなつぶやきとか身振りが、まあ、聞こえてくる見えてくる。 まあこういう言い方ですね、えーとまあ、要するに非理性、分割されて、まあ、非理性の方に割り振られた狂気の言葉のその、まあえー、非理性の叙情という言い方だったと思いますが、んを聞き取る、まあ、あの狂気の歴史で、まあ、アルトとかあネルバルなんかも含めてですね、えー、と言われていた、その、まあ、割と初期の、えー、風ーの文学。 イメージまあ文学に福岡が託していたもの、まあ、狂気と文学に託していたものが、まあ、あのこの最初の講演では、まあ割とまだ残っているかなと思います。それから2番目のものだとえあ大丈夫でしょうか、えっと、どなたか、えっと、マイクがオンになってます。北田さんでしょうかかよろしいでしょうかね。 えと2番目の、えー、と講演、さっきあの柴田さんがご紹介になった通りですけれども、まあ、特に最後の空間性、文学、言語と空間性の問題というのは、これはまさにあの言葉とものの最後でですね、まあ、19世紀以降のエピステーメというのが、まあ、まさに歴史というもので、えー、と規定されていて、まあ、つまり時間ですよね。でそれに対して、まああの、最後、マラルメをまさに持ち出して、 人間のまあ消滅を語るあの有名な下りに最後にエンディングに入っていくそのえと議論のところで出てきたのがまさにその空間の問題だったわけですね、まあ、特にその場合は、まあ、ここはいろいろあの専門的な議論があるのかもしれませんが門外観がまあ見てあのまとめて分かりやすいのでそう言ってしまいますけども、まあ、いわゆる構造主義的な カン、まあ、的な精神分析であるとか、まあ、文化人類学的なレヴィストロース的な構造主義とか、えー、そういったものがまあ念頭に置かれながら、えーまあ、文学言語の空間性という問題そしてそれが今顕在化しているからこそ、えー、19世紀以来の,その近代のエピステーメは今や終焉しつつあるそのまあ予兆なんだ。 いうような議論がされていたと思いますけれども、えー、と第2公演っていうのはあのまさにそのことにあのつながっていく、まあ、64年ですけれども、えー、その後の66年の本につながっていくラインなんだろうと思います。でそして最後70年のこの公演っていうのがまあ第3の <laughs> えと文学と風光っていう時に第3のラインになっていると思うんですが。 えともうこれはもう僕別にあの新たなアイディア全然ないので、えー、この間ですね兄弟人文研の小泉さんと椎木さんが編者で出したあの風光研究岩波から出したです、ね、風光研究で書いたことを,、えーをまあ、あの言うしかないんですが、えー、と要するに、まあ、ある種非規範的な言説編成の問題として文学を読み解こうとする、えー、風光の えと試みだったのかなと、えー、思いますでまあ,ひあの規範的な言説編成の方はですね例えばそのまさに限界あの「言説の了解」ですかあのこれフランスの開国講義でまあ要約的に語られているようなことになると思うんですが、えー、とそれとは異なる、えー、言説編成の、えー、可能性というものをまあ文学のうちに読み解いていくという。 えー、そ,そんな、まあ、イメージで、まあ、あの3つ、えー、読めるのかなと。でその時に、まあ、多分初期から、えー、とフーコがずっと,、えー、と興味を持っていたレーモン・ルーセルとか、えー、ブリッセのそのプロセデ、えーまあ、まさに、まあ、きき既存の言語をこう組み替えながら新たな言語を、まあ、文学言語を生み出していくそのプロセデっていうのが、まあ、ずっと多分定流としてあって、まあ、それが時々あの 顔を覗かせる、まあそんなイメージでまああのこの本は僕は読んでいます。でえっ、ー、とあんまり長く喋りしないでえっ、ー、とあと二点だけお話しします。えっ、ー、とつ二点目っていうかあの、えー、もう次はですねあの一柳さんがおっしゃっていた、えー、ファーブルフィクションとそれからえっ、ー、とレックシスレクトンです。でこれはあの まあさっき言ったあの風コ研究に書いた論文の最初の方でえと僕なりに読み得たものをえとま,あまとめてしまったのでそちらをまあご覧いただければいいんですがまあ文学研究者から見るとこれをフ風コはああれいわゆるまあナラトロジー当時あのジュネットがまさにフィギュールとかで書こうとしていたあのナラトロジーの議論を、まあ 自分なりにに展開していいるとううふうに見えます、えー、とさっきあのラリエル・ファーブルですか、えー、で、市、えーまあ、田さんもそれから柴田さんもあの挙げられていましたけれども、えー、とその場合はフィクションというのは、まあ、語りの様態ということで、うん、どういうふうに語り手が、まあ、その語っている事柄ですね。 にに対してどんな位置にあるか、まあ、物語とか、あるいはその人物に登場人物に対してどんな位置にいるか、まあ、物語の中にいるのか、外にいるのかとか、あるいは、えー、と同時的に語っているのか、あるいは解雇的に語っているのかとか、まあ、そういう奈良杜氏がやる議論を、ねえーまあ、フィクションの方に置いて、それに対して語られたことを物語の方をファーブルというふうに言っている。 えと思います。で、そのフィクション、このラリエル・ファブルでフィクションって言ったことをですね、えっ、ー、とそのこの、えー、なんでしたっけ、フォリーランガジュ・リテラチュールですね、では、えっ、ー、とさらにフィクションとレクシスというふうにあの分けて、で、フィクションの方にはまさに物語世界を構築する行為です。例ええ例ばその レアリスム小説だったら、まあ、あの感情教育だったらパリっていう舞台、えー、ですよねそれから、まあ、ロブグリエの迷宮とかだったら、えー、まさにあのもう変幻自在に、まあ、語りとともに変わっていくようなそういう世界ですがいずれにしても小説っていうのは、えー、まさにあの伊沢さんもおっしゃってたように言語を通してしかその世界を作れませんので。 その語りを通してどんなその物語の,その世界、物語がその起こっているその世界をどんなふうに作っているか、それをいろんなふうに作れるわけですけれども、それをまあフィクション、僕はそのえと論文では物語構築行為というふうに感じは当てましたけれども、と言って方は えーとこれも、まああの、ストアの哲学の流れとかも入っているのでしょう。ので、あの僕はそっちらの方はよく分かりませんけれども、えー、と文学研究者 <laughs> プロパーから見て見えるのは、えー、とまさに語り手が、えー、とどんなふうに語るかということですよね。で、フ、え、コ、ー、が挙げている例だと、えー、感情教育の中で最初の方で、うんと ドン・ティル・ヌ・サベッパ・レノンというあの名も知れぬ一群の建物という時のその名も知れぬという部分がえこれが語り手、えー、いわゆるあの三人称の,その、えー、中性的なです、ねえーとえー、物,物語の外部にいる語り手が名も知れぬというふうに言っているのかそれとも、えー、といわゆる自由間接話法で フレディック・モローの,その登場人物、主人公のにこう中に入りながらですね、それをえ彼の言葉を字の文で言っているのかっていう、もうすでにそこで曖昧なわけですね。だから、歴史っていうのはそういう語りの様態のことをまあ言ってるだろう。文学っていうのは、例えば数学の論文だったらそういう語りなんていうのは、もう極めて単純な。 そうじゃないとまあ論文わかんないわけですが単純なわけですがえ文学の場合はそれがもう今言ったようにえ多様で多層的だというまあそういう議論になっているんじゃないかと思います。で、えー、とですからまあ市田さんの今日の、えー、と解釈は僕にはあの相当あの、えー、突っ込んだ解釈になっていたと思うんですがただ えと他方でですね、それを、えー、とまさにそのフィクションとしての存在論の問題、そしてオイディプス読解から、まあ、今日はお話が聞けなくて残念でしたがあの、この風光研究に収められた論文でも少しお話になってますし、それから、えー、と多分あの今ご準備されている著書の中で、えー、と語られることになるんだと思いますが、その同じエルピリッツの,のイオンという作品の中で、 えこれはまあオイディプスとセットなんだけど全く反対の心理の問題が起こっているというあたりをですねえこの,あのフィクションの問題として展開するというところは大変興味深く拝読しました、まあ、あのテキストちょっと読ませていただいたんですが拝読しています。あのここはあのぜひ今後あの えっと、フォローしていきたいと僕も、えー、と感じました。えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、まあ、最後ですけれども、えっ、ー、と、そう、あの、このポリランガジュリテラチュールにはですね、あの、えっ、ー、と、先ほど桜井さんがご紹介になったあの佐渡公園、 と同じ時期にそのニューヨーク州立大学バファロー校で行われた講演があと2つ収められています。だから70年3月のニューヨーク公演ですね。1つがその今の佐渡ですけれども、もう1つがブバールとペクシェです。フローベルのブバールとペクシェ論。それからもう1つがバルザックの絶対の探求論です。ですから、この3つが まあ、他にもあったのかもしれませんが僕のは知らないので、えーとまあ、少なくともその3つの文学公演が、えー、70年3月にニューヨークで行われてたということですね、まあ、この事実なかなかあの面白い,いわけです、えー、とフロベルはもちろんあの幻想の図書館とかで60年代にあの議論があのフーコ自身が議論している対象ですから、まあ、それの展開系、えー、ですけれども、えー、とバルザックは えーと他はほとんどないんじゃないかと思います。えー、少なくともこれだけ、えー、まとまってバルザックを論じたことは多分ないんじゃないかなと思うんですが、えー、とそれの内容をちょっとだけあのご紹介して終わりたいと思います。で、これは、えー、と先ほどあの桜井さんがあの、えー、と心理と欲望の、まあ、関係としてですね、 あのサドロンをあの読まれていましたけれども、まあ、真理。まあ、ここでは、むしろ知という言い方をしておきますが、あるいは言説でもいいんですけれども、まあ、知心理、言説と、まあ、欲望の関係というのが、この、えー、とニューヨーク公園、三つの公園、すべてを貫いていると思います。サ、え、ド、ー、公園では、今、あのご紹介あったように、欲望、まあ、例えばその精神分析のように欲望を。 えと地に従属させるのでもなくあるいはマルクーゼのように地を欲望の方に従属させるのでもなく、えー、と両者が同じリボンの両面として互いに分節化されるようなそんなあり方そういう地と欲望のあり方が模索されていました、えー、これが多分あの僕は全く、えー、と今、えー、と準備がないんであのうまく言えませんが今桜井さんがおっしゃってたように地への意思講義 なんかをちゃんと参照しながら、新理論として、えっ、ー、と、まあ、読み返すっていうか、捉え直しとおく必要があるんだなというのは、今日あの、勉強したことです。それから、フローベル公園でも、あの聖アントワンヌの誘惑とブバルとペキシェを題材にして、まあこれもう詳しく言いませんが、えっ、ー、と、地中欲望がいろんな形で分離したり、錯綜したりっていう、その様子をですね、空港は分析しようとしたんだと思います。 で絶対の探究というのは、まあ、バルザックの、まあ、哲学小説の一つですけれども、あのこれはあの、バルタザークライスというあの、まあ、貴族がですね、フランドルの貴族が、えー、ラワジェ、科学者のラボワジェなんかに影響されて、えー、と要するになんか自然の統一単位、統一原理です、ね、を探究する。 いうそういうあの実験に明け暮れてあの家の財産を全て使ってしまうという、えー、そういう話ですけれども、えー、とフーコーはですねそこで、えー、とバルタザールっていうのはつまり、まあ、自然の統一原理を、えー、求めて欲望しているので、まあ、そ,ういうもそういう地を欲望しているので、えー、まさに神の場に立とうとしていると言ってます。でまあ、もちろん人間だから神にはなれないわけですが、えー、とその概意として一つはあの例えばホモセクシャル。 の問題が出てくる、まあ、女性っていうのはまあ男にとっては他者であってむしろまあ男の方が相対的にはより他者性が少ないという意味であのホモセクシャルの問題ができてきてあのぜ例えばバルタザールは重、えー、木で実験女子だったあの、まあ、あの家来とですね、まあ、なんか変に親密な仲 <laughs> になってたりするっていうようなことが書かれてたり、えー、するわけですけども。 でそこからフーコが取り出してくるのは、要するにこの絶対の探求で言われていることっていうのは、要するに知っていうのは西洋において、えー、関係なき欲望への欲望だと、まあ、関係っていうのはこの、この場合は、まあ、例えば女性であり、人間であり、あるいはその、えー、この世の、まあ、そういう財産をい、えー、管理、維持するとか、えー、人付き合いするとか、そういうことですけれども、まあ、あらゆるかんあの関係ですね。 のない、えーえー、関係なき欲望、関係を持たないということの欲望への欲望だと、それが父だと。でまあ、ここそこでまあ絶対という言葉がまさにあの関係がないという意味での絶対という、あのその小説のタイトルが生きてくるわけですけれども、そんな形であの小説を、えー、と読んでいます。 でまあ、例えば、あのまあ、バルザックのだ,だから、えーと、ちょっとだけ <laughs> 紹介しますバルザックの小説の偉大さっていうのは、つまり社会とか家族とか,とか富とか財産とか交換とか、要するに他者と他者への欲望のみが問題となる、このバルザック的な小説的言説の中に、この関係なき欲望への欲望を位置づけたことなんだっていう、これ293ページにそういうふうに書いてありますが。 えとまあ、そういうことですねで、えー、とそういうふうに定義してもう一つ、まあ、面白いのは299ページにはこれがですねこういうあのバルタザール的なあの地と、まあ、関係なきあの欲望としての地という、えー、形で捉えた地と欲望の関係がです、ねえー、とジュリエット先ほど桜井さんがおっしゃった佐渡の,のジュリエットの場合 えー、ジュリエットの場合は自分の性的欲望は自分の知を増幅させ自分の知は自分の性的欲望を無限にすると、えー、彼女は断言する、まあ、ジュリエットの場合はこうだしあるいはミフ,あのファーストですね、えー、ゲートのファーストの場合は自分の知、えー、の欲望が性における欲望となるように求める知、まあ、と欲望があの連関するということで、えー、そうやってまあ あの知と欲望のさまざ、あ、まな関係をのコンフィギュレーションを、まあ、フーコーは多分考えようとしていて、えー、それを文学作品を読むことで例えばファーストだったらこう例えばジュリエットあサードだったらこうあるいは例えばそのフローベルエ、えー、ブバルト・ベクシェあるいはイ・アントワンドだったらこうだ、えー、で例えばバルザックの、えー、絶対の探求だったらこうだというふうにまあ 位置づけよういろいろなあの図を考えようとして、その中に、えー、とこのバルザックも入っていたのではないかなというふうに思いました。で、えーと、いずれにしてもただこういうふうに見てきますと、えーとまあ、あの今ずっと言ってきたように、知と欲望という、その2項で話が進んでいるわけですね。で、市田さん先あの講演、最初のお話の中で。 70年代の風向は、地、まあ、と権力だというふうにおっしゃってましたけれども、まさにその権力の問題っていうのが、うん、ここに、えー、っとうまく、まあ、前傾化してこないわけですね。ですので、まあ、あの先ほどの地の意思講,講義との関連、心理論の関係みたいなものも、えー、あると思いますし、それから、まあえー、っとパレーシアへの。 つながりっていうのも僕自身もあの論文で考えましたけれども、えー、と,とりあえず70年代に文学がやっぱり消えていくっていう一つのまあ理由はまさにこの、えー、と70年の権力 <laughs> 文学論に権力がな権力論がないっていうあたりにも、えー、と,とも関わってるかなっていうことも、えー、と読んでいって、えー、思いましたはい、えー、と以上ですすいませんちょっと まあ、このぐらいであの僕からのコメントは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、森本さんありがとうございました。えー、っと、それでもう、えー、2二近いんですが、えー、一応あの、皆さんにも振った上で終わりにしたいと思いますので、うん、えっと、何か、えー、っとコメントとか質問とかあのお寄せいただければと思うんですが、いかがでしょうか。えー 例えば、例えばって、っ当てていいのかわからないですけど、あのサドローンについては、小堀田康隆さんとかですね、えっと、興味をお持ちかもしれないですし、まあ、あと、えっと、何度もディドローンの名前が出てきたわけですが、まあ、そういう点では、王子さんも関心があるかもしれませんし、えー、何かありましたらお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。 あすみません、質問してもよろしいでしょうか。清水,あ清水さんどうぞ、はい、お願いします、はい、あどうもすみません、もうなんか3時間ですか、ね、2、えー、時間でもあのいろんなあの論点をこう皆さん整理していただいて、まあ、登壇者の皆さんには、えー、っとすごい、大変あ,のありがたく感謝しております。で、あの私自身もあの風向の研究をしているんですけれども、あのまあ、なんていうんでしょうね。 まあこの時期の,その文学を書いた時期の復興っていうのはやっぱりその同時に言葉とものを書いててやっぱりそのまあ科学史とのまあ関係からあのまあ人間の問題をこう探求してたで森本先生もあのおっしゃられたようにやっぱりまあ人間の消滅とこの,あの文学論っていうのが対になってたっていうことがえとあると思うんですけれどもやっぱりこのなんか文学論の話をしている時にあの素朴にあのまあ文学の問題観として疑問に思うのは文学における何て言うんでしょうねの人間 文学には人間が一切存在しなかったのか、それとも文学の中にもやっぱり戦いがあったんじゃないか。ってことをやっぱりすごくに疑問に思うわけなんですね。文学において、そのあのまあ風向が言葉とものの、近代でまあ哲学とかその実証科学との。 まあ連のののうちに描いいてたた人間のみたいなのは文それとそれともやっぱり文学の中にもその人間との戦いみたいなのがいかにしてあ,のあったのかっていうことをもうちょっとなんか具体的な作品とかを、あのー、あんまりフーを上げてないような気がするんですけれども文学における人間主義との戦いで人間の側に位置づけられるような文学っていうのはどういうものがあるのかなということをあの森本先生とかあるいは柴田さんにちょっとあのお伺いしたいなと思いました。 はいありがとうございます、えっと。どちらからお答えになりますか柴田さんいや、まあ、文学はまず基本的には、うん、あの人間主義ですのであの、ね、今に至るまで、まあ、ちょっとフーコがどういうものを思ってたかっていうの柴田さんの方が多分よく知っていると思いますがあの、まあね、例えば今だって「レ・ミゼラーブル」とかあの <laughs> ミュージカルになってみんな あの学生たちがそういうのを読むわけですけど、うん、まあまあ文学は基本的にまずあの人間主義で、まあ、むしろそのフランス文学のある種の何、えー、て言うか前衛的な部分がそれを否定してたっていうことですよね。すると,、えー、とまあフーのやっぱりマラルメの使い方なんか見てると本当にあの まあちょっとこ,ここで言うと悪口になっちゃうのかな、まあま、漫画的って言ってもいいぐらいで風花、本当に「マラルメどのぐらい読んでたのかっていうのはリ、まあ、シャールの,あの扇のところなんかかなり具体的に今日あのこの翻訳だと、ね、あ出てきましたがあのそれ以上のなんか具体的なマラルメに対するあの言及といはあんまりなくって割とやっぱりしあの発話主体の消滅ってところに修練させてしまっている。 でもし消滅した、まあ、あの僕はマラルメっていうのはあの、えー、と要するに唯物論的なあの世界の中でいかにして人間が自分の生存の,あの意義を確認できるのかっていうそういう問題をあの解こうとした人だと思っていてでその意味ではあのとても大事な作家つまりまあ 我々どうせ物質の虚なしい形態に過ぎないわけですけどもそれでもそれじゃあどうしてもあの終われないのでじゃあどうするのっていう時に、まあ、ある種文学の言語実践があったというふうにあの僕はもう思ってるんですが、まあ、そのあたりについてフーコはほとんどあのほとんどっていうか、まあ、全く見ないですよねだから本当に発音主体の消滅っていうところであの使ってるっていう感じはします。 はい、すみません、あの、そのぐらいで、し、しばさ。ちょっと、ちょっと、よろしい。あ,あのね、ちょ、あの、思い出す、あの、今の清水さんの質問で思い出したことがあったので。えー、っと、今日の僕の話に関連付けて言うと、あの、ファーブルっていう概念ね。あのー。あれね、六十三年にね、スリージラサールで、えっと、テルケル派書斎の討論会っていうのがあったでしょう。 えーっと、思考修正の中ではね、小説についての討論というのと詩についての討論っていう二つに分かれてるやつね、あの中で実は話題になっててね、あのー、要するにね、そこでね、風ーが多分これを敵視してラリエル・ファーブル書いたん違うかな、あるいはそれ以前に隔たりアスペクト起源を書いたんじゃないかなと思うようなね、議論を展開してる人がいるんですよ。あの、イタリアの文学者です、サングイネッティとか言ったかな。 あのそこでの,あのサングイネッティの、えー、とファーブル感というのは、要するにそれをね、心理主義という風向うから見た場合、そうだというふうに見えてるみたいなんだよね。要するに、あ私は作品を、サングイネッティは作家ですから、イタリア人ね、私の作品の背後には、夢、まずが、夢があると、私が見て夢があると。で、その夢の背後には、えー、と神話がある、だったかな。 で、その神話の背後にファーブルがあるという言い方してるんですよ。で、それを、なんかね、根源的経験っていう、ものすごくフッサール的な用語ですよ。<laughs> だ人間主義というのは、とと当時のフーにとっては言ってみればさ、あの心理主義でもあり、現象学でもあったはずなんですね。現象学的な。で えっと、ファーブルの捉え方、でファーブルが人間的のいわば根源的経験をなさしとるんだみたいなあのめぐって、ちょっと議論が紛糾するんですね。あそこはものすごく面白くて、あのーで、フィクションの概念も、あれ実は多分ですけども、ほぼ確実やと僕は思ってるんですけど、それるすですよ、出どころは。 あのテオリー・デフィクションっていう、えー、論文をどうもそのコロックの直前に発表したらしくて、えー、それをどういうふうに理解したか話したいみたいなふうにフーを始めてるんですけど、司会役役やってるから。でも結局語れずにねガタ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 話が <laughs> 行くんですね。で多分 あのその2つの討論で小説についての討論の方でフィクションの話をちょっと出し,出したかったけど結局出せなかった。でから詩についての討論の方でファーブルの話が何か言ってみれば風光としたら絶対にカチンときたにしいない。あるいはテルケル派の他の人にとってもねカチンとしするにあのサングニットロ,ロブグリエに対してと,とても否定的なんですよ。で、えー、っとそれに対抗するような議論としてあの えーと隔たりアスペクト起源あれ直後です、本当にコロッケが終わった直後に、ね、書いてて、えー、とーその点でものすごく面白いんですけど、だから背景にはあのー、文学作品における人間主義の問題というのは、本当、フーコーにとっては狂気の歴史以来の心理主義の話ともう一つ、現象学の話とそれはもう本当にクロスしてたと思うんですね。 で、その時に風ーが言えば対抗的に持ち出したのが後期イテ、持ち出そうとしてたのと思えるのがね、僕の目にはですよ。後期敗転か、ヒューマニズム書簡あたりの。えー、っと、言葉は存在の住みであるとかね。えー、っと、言語によってその思考はに、思考は思考の真理を語るんだとかね。あのあたりの議論をなんかこう持ち出そうとし,、えー、してるように見えて、 でそれを同時にいわば戦後フランス文学におけるえっと存在と時間と鏡になっているようなそのサルトルとサルトルは神との、ね、実いわゆる実存主義ですわ。あれと違う格好であの後期ハイデガーとテルケル派、あなロブグリエ。えー の環境見よよううとしてたような構図が感じますねその点についてはねジャンピエル・ファイルだったかが確かね、あのー、ロブ・グレイにはねとにかく非常にハイデガー的なもうハイデガーから取ってきたのと違うかと思えるようなあ文章がいっぱいあるみたいなことも言っててねあのだから本当文学にの話というのは本当あのフーコンにとっては 現象学心理主義ととのの戦いい場やったと思いますそれは同時に言語感ね。言語っての結局なんなんやとあいう,う,う考え方に関して戦う場だったと思うんですよ、文学という土俵は。うん、まあそ、とりあえずその中で思い出したのですいません。はい、ありがとうございます。えー、っと、柴田さんもお答えになりますか えっと、そうですね、あんまりうまく答えるかわからないんですけどあの、まあ、そのまず60年代復興の文学論を見たとき先ほどの森本先生の,あのお話の中にもありましたけどまあ、あのなんかマラ丸メの漫画的な使い方っていうあのそれこそ丸目とかに固くしてそのなんかその言語によって暗かれ開かれた空間の中に人間が消えていくみたいなあのそっちの方に、まあ、ウェイトがあの置かれていると思います。だからまあ 人間が不在とといいうふうふには言えると思いますでただそのこれもまあ森本先生のお話と関わってくると思うんですけどなんか70年代にフーコが文学について話すなんかちょっとまれな機会としてあのなんか汚職にまみれた人々のせいですかね76年のあれがあると思うんですけどで先ほどあの森本先生のお話の中でフーコの60年代の文学論にその権力の あの問題っていうのが不在でそれがあの70年代以降あのーコの文学論というのがまあ書かれなくなっていた理由として挙げられたと思うんですけどその王族にまみれた人々の性だとむしろ60年代とは違ってあのそのまあ人間のまあ実存というかの性,性ですね性の問題っていうのが出てくるでそのあの権力と出会ったその王族にまみれた人々の性について心理を語る言葉みたいな。 あのそういうあの話っていうのがであの文学の誕生っていうのしかも権力論の図式の中であのまた60年代とは違った形で語り直すみたいなそういう話があったと思うのでだからあのあの今日あのちょっと外役お話ししたあの、えー、とあの60年代の,あの講演だとその文学原稿 作品という三角形だったのか,なんか無理やりそれにこじつけるとその横族にまみれた人々のせいで,ではあの性権力、えー、心理、えー、言葉でその言葉の中にあのコーが文学とかある,あ,あるいはファブルファブルじゃないえっ、ー、と、えー、ヌーベルですねヌーベルって言葉でいうようなものっていうのが含まれるわけですまあそういうなんか四項関係みたいな感じでまたちょっと風ーがあの なんか権力論以降の観点からその文学っていうのをもう一回捉え直そうとしてでそこで人間の性っていうのを問題にしてるみたいなあのものがあ,のあったなというのをちょっとあのあの思い出しました。はいはい あえっと、確かに、お塾にまみれてた人のせいよね、ねすごく印象的な作品なんですけど、まあ、それと関係づけて言うなら、あの風ー,ーがあの70年代に徐々に文学からこう遠ざかっていくっていうことについては、まあ、アーカイブというか、アーセイブの探求にね、あの向かっていくっていうこととまあ関係があるのかなっていう気がしてるんですよね。 まあだから、そのえーと結果として、えっと何でしたっけえだから、お辱にまみれた人々の性もそうですし、あと、あのデゾデク・デ,デ,ゾデゾファミーとか、あと、何でしたっけえっと 桜井さんが訳したやつ。ピエル・リビエルも。そ<う>ピエール,リエル・ルリルも。だからもうその辺がね、あの全部移行対象として出てくると思うんですけど、まあやっぱり、なんていうのかな、そこにあの文学から風向の関心が移っていく。で、まあその中に、 なんかこうえっ、ー、とお職にまみれた人々のせいでいえば要するに権力と一緒に遭遇してなんかこう人々のせいがこうバッと照らし出されるみたいな,なんかそういうところにも魅力を感じてたっていうのがあるのかなという気がしていてまあだからアテシーブへの移行っていうのはまあ一つ、えー、その文学から遠ざかる契機としてはまああったのかなという気はしました。 はい、えー、っとで、私のコメントはどうでもいいんですがえー、っと、ほかにえー、っと、もう一方ぐらいあれば、お願いできればと思いますが、いかがでしょうかちょっと僕から質問してくも質問してもしてもしてもしして えっと、その佐渡公園についての,あの印象を聞きたいんですけども素朴なあの,あの欲望と真理の話っていうのはカントで言えば3 <coughs> 批判の2、えっと、批判をめぐるようなね純粋理性批判と実践理性批判をめぐるような議論に なんか今日の桜井さんのあの話を聞いてると、えっ、ー、と、それの関連付け、結局、あれ、関東、アベック佐渡をね、他うやってないと、みたいな気がしたんですよ、<laughs> ラカンのような格好でね。どうなんでしょうか。えっと、そうですね、それはあると思いますし、えっ、ー、と、まあ、ラカン ラッ楽ンがある、サンターベックサードが何でしたっけ、え、うん、誰が、えー、とっとっ。六十四年?。ちゃうかも。うん、そうですね。で、それは、まあ、えっ、ー、と、市田さんが言っていた、まあ、それこそ。要するにプレスクリプションと、えっ、ー、と、まあ、ディス。ディスクリプションとか、まあ、デスクリプション。の関係ですよね。で、プレスクリプションの韓国法っていうのが、まあ、いわゆる実践理性批判にあたって。まあ、ディスクリプションが、まあ。 あの純粋に当たるとすると、その利用者がどうなっているのかということを無駄にしている。で、私はそれ、基本的には今日、遂行的っていう話で言ったんですけれども。あははで、でそ,そのね、うんあ、ごめん、ごめんなさい、とりあえず、と<や>りあえず、そのね、多くね、あの気になっているのが、カウント評価がね、つまり、えっと、知恵の思考技の時ぐらいではもうそ、そういう位置づけですけども、アリストテレス、デカルト、 えー、スピノザ・カント、その辺一直線にガーッとつなぐわけですよね。えー、でものすもく否定的なわけですよ。で、それ大体まあ理性論、あ心理論、うん、心理に関してね、カントは否定的ですよ。ところがね、晩年になって、まあ、ご承知の啓蒙とは何かでね、カントのガラッとね、今度は違う評価を出してくると。 啓本、えー、はないかのテキストでで,そこでオントロねあのー、僕がそのフィクション論で引っ掛けたいなと思ってるところはフィクション論とオントロジーをくっつくうっ,てっていうやり方はつまりオントロジーをフィクション論で読むというやり方はあの三非反論ともやっぱり違う関係のつけ方をフィクション論で見ようとしてたんじゃないかなという気がしてるんですね。 で今日お話しできなかったあのオイディプス論、それからイオン論、ゲームの話なんですけど、あれって、三批判論の、えー、というか、えー、理性と,、えー、と実践のあの関係の付け方とはやっぱり違うじゃないかなという気がしてるんです。あのゲームで読むっていうやつあの、半分ゲームで読むっていうやつね。 でも、なんか今日の話を聞いてて、もっぺああの佐渡公園で、えー、っと書いてる書いてたことを見直して、やっぱりなんか、関東アベック・佐渡、なんかな、この段階では、みたいなね、気もしてきたりもして。うん、いやというか、逆に言うとあの、佐渡公園では関東の名前出ないんですけども、それ以外の60年代の風ーの佐渡論では、常に佐渡アベック・関東なんですよ。 つまり、例えば、えーと、審判への助言でもそうですし、あの他のブランド諸論でも出てくると思いまそうまですけど、要するに、リミットの問題が問題になる。リミットと審判が問題になる。それは、カントが設定したリミットの問題を乗り越えるんだ。でつまり、リミットの限界、あの存在を示したのがカントだとすれば、それを乗り越える可能性というのが佐渡にあるんだ。あるいはバターにあるんだと。これが基本的な60年代の,あの基本的な議論の進め方で、そういう意味では、あのフーコーはまあ60年代ずっとカンターベック・サードなんですよ。 で、えっ、ー、と、七十年代、今、今回の講演では、それが、まあ、 一,一部交代してると思うんですけど、ただリミットの問題は、それこそイリミタシオンという形でね、論じられているわけだし、プラスアルファ、先ほど私、それ気づかなかったんですけど、市田さんが言ったように、要するに実践理性の話と、えっ、ー、と、理論理性の話ですよね。この話っていうのがまさに、えっ、ー、と、2つ繋なげちゃってるところが、サドの得意性だよというふうに言ってる意味では、まあ、60年代の風光自身のカウント・アベク・サドというのを、要するに実践理性的な方向でね、進めているっていうふうな読み方もできるんじゃないかっていう気はしましたけれども。うん はい、だから僕はそこがそのすでにあった60年代の中ぐらいからあったねフィクション論の系譜から見ると違った風に思えるんじゃないかと期待はしてるんですよ。 もう一つ面白いのは、要するにカント論ですよね。1980年代のカント論についても、あれはカントの回帰だと言われるんだけれども、しかし、リミット、リミットのことを言うんだけど、リミットの可能な乗り越えっていうわけじゃないですか。乗り越えなんてカントはしないわけですよね。しちゃいけないわけですよね。これはほとんど佐タ馬体的な問題ですよ。で、審判はいかんちいうふうに言うわけだけれども、それこそボロンテッド・サブ・ワールドでね、そこでもやっぱり審,審判の問題が問題になっているわけであって、そういう意味ではやっぱりカントの問題というのはアベック・サドだったと、風光においてはね。でその コンフィギュレーションは変わるかもしれないけど、そういうことはできるんじゃないかって、今、市田さんのお話聞いて、ちょっと思い,思いました。はい、えー、っと、そうですね、まあ、カント・アベック・サドっていうのはね、フーコーにもあるっていう話だったんですけど、まあ、フーコーの場合、多分なんか、カントとの関係で常に問題になってくるのは、その、今言われた、桜井さんが言われた、その認識のリミット、そういう問題ですよね。 だからそういう意味では、なんかずっと実践理性規範よりも、その、えっ、ー、と、純粋理性批判の問題系を参照している。で、なんかそれに対して、えっ、ー、と、ラカンの方は常になんか実践理性批判の,の問題系を考えていて、みたいな、そういう違いはあるのかなっていう気はしましたね。まあ、で、えっ、ー、と、ちなみにカウントアベックサードは1963年が消出だということです。<年>はい、どうぞ。 カンター・トアベック・サード、つまり、まあえー、理論理性と実践理性の,その平行性と、ね、表裏一体の関係だけでは、ね、あっと超越論的錯覚がどう構成されるかという、あれは出てこないと思うんですよ。うん あれ、踏み越えちゃうから超越論的錯覚になるって話でしょあの、えー、理論理性から見たときに、ね。踏み越えてしまうからそのことなんで、踏み越えどうしてもしてしまうよと。簡単に踏み越えられるということでもあるんや、あれはね。でも、風ーがこだわったのは、僕がその風ーのイオン論に読みたいのはね、超越論的錯覚の構成にこそ苦労するんちゃうか、人間はという話。つまり、共同の規範みたいなもの。当てない人にとってのね、当てないとはどういう。 国家とかかとねアテない人に言ってみればまあ吉本的な言い方したら共同幻想としてあるようなね自分たちの我々意識当然のようにある持ってしまってるそれの構成の方それの構成って結構実は難しいんじゃなかろうかという話としてその存在論イコールフィクション論をなんか風ーは使おうとしてるんじゃないかなというね。 まあごめんなさい、それはただのアイディアですけどね、今のところはね。うん、はい。桜井さん何かありますかおっと。いや、大丈夫です。<laughs> 大丈夫ですかいや、まあ、あの、超越の的作だから神、それこそさっきに言った、す要するに、超越の的にの対象という神、えーとうん、自然あ、世界、えー、と魂と魂それこそ超越の的作家の対象であるわけであって、うん、っていう話はありますよね、うん、と思います。うん まあ、踏み越えっていうのはね、なんか、あの風ーは常に関東を意識していると同時に、関東をどうやってニーチェで乗り越えるかっていうことを常に意識しているわけだから、まああの、限界があるんだけど、踏み越えあの本質問とかって言って乗り越えたくなるのは、やっぱりそこはあのどうしても、まあ、風ーのニーチェ主義が最終的には結論として出てくるみたいな。でもねニーチェ、ニーチェ的なね、そのそうん、言ってみれば、生成の存在論、ね、ドルーズが言うような生成の存在論で、 置き換えるようなことはしないですよ、風向この存在論はダメだから、ニーチェの存在論でいこうみたいな感じにはならないのよ。そこが面白いところだ。そうこが面白いところだと思う。だそこがうまく混じっていくっていうところが面白いじゃないですか。今日言った話では、ある意味でニーチェアベクサードでもあったっいう話だったんですが。そうですね。 うそうですね。まあ、あの、えっと、文学講義っていうのは、だから、えっと、ニーチェじゃない、えっと、佐藤について、その、最も多分、えー、風ーがまとまって論じたテキストが入っているので、まあ、そういう意味でも、非常に、なんていうか、興味深いテキストだな、というふうには思いますね。で、まあ、これは1970年の3月ということですね。はい。 えっと、よろしいでしょうか他に何か付け加えることとかありますかよろしいですか特にない。はい。 えっと、じゃあ、22時22分ですので、<laughs> えすみません、もう22分もオーバーしてしまいまして、やっぱり、の十時に終われるかどうか、私は自信がないって言ったんですけど、もうあの予告の通りになってしまいました。私の最初の恐れは9時半ぐらいに終わるんじゃないかなっていう恐れだったんですけど、全く逆だったっていうことを付け加えておきます。えー、っと、皆さんありがとうございました。長時間にわたってお付き合いいただきまして。えー、っと、それでは、まあ、ここ ここままでにしたいいと思います、えっとまあ、今日の、えー、テキストはあの先ほどもお知らせした通り、えー、森本さんの方から、えー、とバレリー研究会のブログに、えー、と出していただきあ,あの森本さん、送り直すし、ちょっとだけ手入れたやつを、うん、待ってください。はいはい、まだ待ってください。他の方の、えー、とあれですかテキストを送られるということですかね。<laughs> まあその辺はあの個人の判断に任せます。はい。はい、あ僕あの、はい、さっきの絶対の探求のあのもう単なる紹介ですけど、それはちょっと文章化しましたので、あそれもあげますのでもしよろしければあの読んでいただければと思います。あはい。えー、じゃあ皆さんあのお楽しみにしていただければと思います。バレリー研究会のブログです。えー。 と、そちらを検索していただければ、まあ、あとチャットにも、えー、アドレスがあります。えー、ということで、えー、ありがとうございました。で、あの、今日の、えっと、ビデオの方はまた、えー、復興研究フォーラムの、えっと、Facebook のページに、えっと、リンクを貼ってあげたいと思います。 えー、ということで長時間にわたってお付き合いありがとうございました。えっと、フォーラムの方は、えっと、ちょっと打ち合わせもありますので、別の、えっと、なんですか、アドレスに移っていただければと思います。はい。じゃあ、どうも今日はありがとうございました。じゃあ、ここまでにしたいと思います。